加藤さんのご報告にすらしていただきたいと思います。加藤哲郎と申します。こちらでは確か1年前にですね、反原発運動、脱原発運動が、日本ではなぜ噴出してきたのかということで、原水菌と原水菌の関係だけじゃなくて、久米三四郎、水戸岩尾あたりから始まりましてですね、小出博明さんに至るいわゆる脱原発の運動、特に中心は高木仁三郎さんと、森崎一郎さんだったという、位置づけでありますけれど、それとは別の原爆には反対するけれども原発には反対しなかった人たちのですね、流れというのを皆さんにお話しいたしまして、から半年ぐらい前でしょうか、12月ぐらいにやった時は日米関係の問題を春野美樹夫さんと一緒でしたので、こちらの方では日本の原発導入にあたって中曽根康弘という人物がですね、どういう役割を果たしたのかということを、CIA とかですね、GHQ とかとの関係でお話しするというふうなことを行いました。でその後者の方は実はつい最近、3月の末ですけれども「原子力と冷戦」という本にまとめまして、これ福田が実は「日本とアジアの原発導入」って言われまして、私は中曽根やったんですけれども、あと若い人で見つけて、とにかく原発の問題っていうのを今社会科学からやる必要があるからということで、でしかも今今日も首相が。ミャンマー行ってるんでしょうか。で新しくその、原子力協定を結んで日本の原発を輸出しようとしている。でその中心がアジアなんですね、やっぱり。でそういうことから考えると日本の問題としてだけ考えてはいけないということで、アジア各国のその原発の状況、なぜ入って現在どうなっているのかというのを調べるということでやってみたんですけれども、これが実は研究者を集めるのが大変でして、結局広島大学に3人ほどですね、この種の問題をやってらっしゃる方がいらっしゃったので協力していただいたのと、あとはもうそれぞれの学会という、例えばフィリピンの原発についてやってる人いないかっていう、フィリピン研究者に来た日本では一人も専門家いないっていうわけですね。それで万有を振るって、ある若い女性の研究者の方にこの初めてやってもらうとかですね、あと台湾も入れたかったんですけど、台湾研究の方もやっぱり同じように原発はやってる人がいないというふうなことで、核兵器についてはですね、日本にはいっぱい研究者が特に国際関係の中心にいるんですけれども、実は原子力発電あるいは原子力の平和利用と呼ばれる問題については社会科学の世界にはほとんど研究がなかったっていうことが分かったんですね。その中で、できるだけのことをやったっていうのが、この間やった問題提起ですので、それやって分かってきたことは、日本で脱原発を語ることは今の局面でですね、福島の事故の後である程度、合理性もあるし必然性もあるといいますか、大いに語れるところがあるんですけれども、世界的に見ると特にアジアおよびアジア、中東もアジアというふうに見なしますですね、ヨーロッパアメリカ以外のところではむしろ今原発熱とでも言いますか、原子力に対する憧れがどん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 膨らんでいる時期であって、なかなかそこに対して説得するのは難しいなと。でそれは実はちょうどですね、広島長崎の原爆について日本では原子力禁止というですね運動になっていくんですけれども、つい最近も韓国から出てですね、いろんな抗議が出てますけど、しかし私も韓国で講演会をやったり、あるいはその、学生を教えたりした経験から言うと、韓国人の学生で広島長崎、ザマー見上がれとでもいいですか、日本を任すのにはあれが必要だったんだって考えてる人は実はものすごく多いわけですね。天罰というかどうかは別としてですね、つまり原爆というものが、原子爆弾というものが人類にとって非常にその、恐ろしいものであり、それはその、人類として反対しなければならないんだというような論理はなかなか、アメリカでももちろんそうですし、韓国あるいは中国の人たちにですね教えるのは難しいと。むしろ原爆がなかったら日本はまだまだ戦争を続けて俺たちを植民地にし続けたんじゃないかというふうな議論が、何ですか、左派の方の国際会議でもですねやっぱり出てくるんですね。でそういう問題をやっぱりある意味厳しく
認識しなくちゃいけないというふうになりまして、今日たまたまその科学者の責任というテーマを島園さんと一緒に与えられたものですから、今日はじっくりとその辺の問題をむしろ考えてみた方がいいんじゃないかと思いまして、まあいつもの早口で、パワーポイントでパッパッパッというやり方をやめましてですね。それで幸い主催者の側でパンフレットみたいななんか雑にですねレジュメを作っていただきましたので、これに基づきまして、まあ、じっくりとちょっとその原子力とは何かっていう問題を人類がどう考えてきたのか、でそれが福島の問題、あるいは今我々が抱えている困難とどうつながっているのかという観点からお話ししたいと思います。できっかけになったのがですね、実は私は、まあ、これは何とかいろいろな講演で話してますけれど、私は3月11日、2011年ですね、2年前の3月11日をメキシコにおりまして、メキシコで日本史についての講義をメキシコ及びラテンアメリカのですね、スペイン語系の学生たちに講義してたんですね。で、明治維新から、大正までが終わって、それからその、第二次世界大戦と戦後占領期の話が終わって、でいよいよ現代の話っていうのでまとめようという講義の前の日かなんかにですね、実は大地震と大震災というのが起こりましてですね、で学生たちの要望で急遽テーマを変えまして、でその、日本のその地震と津波の話をするってことになったんですね。でところがそこで困ったのがですね、私なんとか歴史だったら英語でもう拙い英語でですねなんとか話せるんですけどですね、まずその原子炉っていうのを英語でなっているのかとかですね、つまり核分裂とかですね、そういうの全く勉強したことないもんですから英語が出てこないわけですね。で慌ててパワーポイントにいろいろウィキペディアから拾いましてですね、なんとか英語のパンフレットみたいなものを自分なりに作って、それで1時間の、まあ、講義もすることができたけれども、要するに自分が全く今までその核問題というものを本格的に勉強してないことに気づいたわけですね。核問題といいますか原子力発電という問題についてですね。でしかも一方ではしかしアトミックボンブあるいはニュークリアウェポンの問題はもう講義の中でも話してました、広島長崎もやってたわけですね。でその日本の社会科学者は違うその核兵器の問題の方についてはもうものすごくいっぱい本もありますし、日本平和学会なんていうところもありましてですね、やってきてるけれども、しかしそれいざ原子力発電原発が事故を起こしたっていうことになったらもう何もやってこなかった、まあ、厳密に言えばその後いくつか貴重な研究やってらっしゃる方を見つけたわけですけれどなっていうことが分かったわけです。それでまず日本に戻ってきてすぐに勉強したのは高木仁三郎さんのこの、原子力解放からの神話からの解放というものなんですね。で高木さんの本の中で特に私に印象に残ったのはですね、その湯川秀樹が1950年の子ども向けの本に書いたですね、原子と人間っていう詩がこの本には入ってましてですね、で要するに人間 が要するにその、知識を増やし、科学というものを発展させながら原子というものを見つけてきたと。でしかも原子の中にさらに電子と原子核に分割されることができるということが分かってきたと。で、ついに人類は実験室の片隅で原子核が破壊されただけでなく原子爆弾を炸裂させた、うんうんというふうにこう、まあ言えば人間の科学 その原子力の認識の歩みを言った上でですね、最後に石炭の代わりにウランを燃料とする発電所もうすぐにそれができるであろうとですね、湯川秀樹は結んでいるっていうのを高木仁三郎はその、この本の中で引用して、で要するに湯川でさえほとんど神話に近い憧れに近いものを半ば原爆の恐怖というものの裏側で結びつけながら
発展させてきたんだっていう話なわけですね。でそういうふうになりますと、そうすると、まあ、その自然科学者、ゆかわき的でさえ神話に飛びつかれてたんとすればですね、まあ、社会科学者なんてのはもうとにかく相対性理論もですね、量子力学もわからないところからですね、出発してるからもう何もわからなくて、みんなそれに乗ってたんだろうと、それがいわゆる安全神話なんだろうというふうなことが、まあ、想像がついたんですけれども、だけど、まあ、ここまでの福島みたいな事故が起こってしまった以上、何らかの形で社会科学者も答えるべきではないかということで、まあ私も、伝えながら高木甚三郎に叱られながらですね、いろいろなものを、まあこの間勉強してきてるわけです。でその次に勉強したのがですね、私はその自然科学の方の問題は実はこれは島園さんとある意味では共通する医学の世界とはですね、ちょっと接触があって、もともと東大医学部の助教授で社会衛生学をやることになっていた国滝帝道という人間をですね、この人がまあドイツに留学してドイツ共産党に入ってソ連に亡命してスターリンに粛清されるって話をですね、ずっと追いかけてきた流れがあって、引き取りも小宮義隆さんというその予防衛生研究所の所長さんとかですね、曽田長宗さんというですね、厚生省の事務次官等々から生前で取っていたというふうなこともありまして、その、その国崎程度という医学者、それから川上拓さんという医学史の研究者の線から学んできた自然科学の知識と、なんとかこの高木さんの話を結びつけようと思ったわけです。それで最初にやったのがですね、とにかく、川上拓さんという人が実は、竹谷光雄の信奉者であるんですね。医学史の世界にいわゆる竹谷の技術論というのを、まあ、いわば応用したという立場にありまして、竹谷光雄著作集の解説者でもあるわけですね。編集者であり解説者でもあるんですね。で竹谷全集をノートを取りながらずっと一応去年の一昨年の夏でしょうか、読んでみたらですね、おやおやって話がいっぱい出てきまして、初めに岩波新書 の原子力発電の話とか安全性の話かなんか読めば、竹谷の言う通りだってことになったかもしれないんですけれど、竹谷 その戦後すぐの時期、あるいは戦前のものから含めてずっと読んでいきますと、まあ、この人も原子力発電の宣伝マンじゃないかというですね、感じ その平和利用論、まあ、とにかく原爆そのものがですね、反ファッション的な性格を持っていて、原子力計画というのはね、科学者っていうのは生まれながらにしてそのいわば、良い人であってですね、でその、科学というものは中立的なものであって必ず平和のために使われるんだっていう、もうほとんど信仰に近い話から始まりまして、原子力とマルクス主義っていうタイトルのですね、論文も竹谷はあるんですけどですね、原子力というものはですね、まあ要するに存在は意識を規定するってマルクス主義のテーマがいわゆるテーゼがありますけど、あれに習いましてですね、原子力というものはその、ザインから生まれたゾルレンの実現であるっていうふうに書いてあるんですね。それは人間の希望というものはある、その希望する根拠があって、その希望していたものが実現したものが原子力であると、こういうですね、まあ話が出てきまして、まあ三段階論とかですね、その、まあ、私はその、労働手段体系説よりはいわゆる実践的適応説の方がいいんじゃないかなというのを思ってたんだけど、どうもこの、そういう原理論レベルの話ではいかない話が、特に原子力については竹谷が展開してるんじゃないかということで、まあ竹谷批判ということで始めたのがもともとこちらで、昨年お話したような話だった。でただ竹谷をやり始めてずっとやっていきますと、どうも竹谷一人が悪いっていう話ではなくてですね、竹谷の親友の坂田正一とかですね、あるいは伏見浩司も実は民主主義科学者協会というところで副会長までやったですね、まあいわば左派系のもともと学者だったわけですね。それから湯川秀樹、友永慎一郎というところにその竹谷は非常に良い交友関係を持っていますので、どうしてもつながってくると。でそれらの総体、つまり戦後日本の原子力研究の始まりというところそのものがどうもいろいろな問題をはらんでいたんではないかということを考えまして、
で、まあ今日持ってきたのはですね、実はそういう観点から見るとどうも、もう少し問題を長いタイムスパンをとって考えなくちゃいけないんじゃないだろうかという観点から、まあ、実は1913年まで遡るということを、まあ今日はやってみようということで始めたわけです。で、初めに私の立場といいますか、先ほどの島園さんの話との、まあ、いわば関わるところで、私なりに現在のその福島の事故以後の世界の問題どう考えているのかというのを3点だけ、これは簡単に、まあ、実は書いたものがあるんですけれども、まあ今日主題ではありませんので簡単にお話しておりますと、私は原爆にも原発にも共通する原子力の研究、実用化、そしてそれが世界に広がっていることってのの問題点では何だっていうのは何なんだろうかというふうに考えまして、まあ最低この3つの点ではやはり原子力の平和利用なる原理、あるいは原子力発電が世界に広がっていくことにその、意義を唱えるべきではないかというのを3つ挙げてあります。で、1つは被爆労働、被爆者の不可避、労働力マメス労働って、まあ、ちょっとマルクスの再生産まあ、論理といいますか、労働力再生産という問題から入れましたけれども、要するにこれは原爆を作る時の今後でのウランの最高のところから始まるんですけれども、原爆にしろ原発にしろ、とにかくウランがなくちゃいけないわけです。原料がなくちゃいけないです。その原料を取るところから、それを処理して、しかも爆発的なエネルギーをなんとかこの閉じ込めて、まあその発電に使おうと、湯沸かしに使おうというところまで、まあ誰かがさっきは社会的弱者っていう話が島田さんから出ましたけれども、とにかくその労働として原子力に携わらなくちゃいけないです。で、この労働は確実に研究労働を含めて、キュリー夫人も実は放射性被爆で亡くなってるわけですね。で、それがしかも原子力研究をその謳歌する人たちはだった英雄史みたいなね扱いになってるんだけれども、なんで原子力研究者が20世紀にあれだけ亡くなってるのかっていう問題にも含めて、昨日かなんか東海村で50人ぐらい被爆出ましたけどですね。で、これは不可避なんですね。で、しかもどの国の原爆を原発を見ても確実に、何百人どころじゃない、何千人の規模で、労働の段階から、それから実験の段階で事故何回も起こしてるわけですね。それから、まあ、やっぱシビアアクシデント、スリマイルとかチェルノブイリ、福島というふうなことが分かれば、もう地域住民まで含めてというですね、膨大な被爆者を作り続けてきた。で、こういうものを、こういう労働を続けさせていいのかどうかという問題が第一の問題です。で、第二の問題は、これもまあよく言われることですけれども、巨大リスク装置産業である。つまり一人で研究室でなんか実験しているという段階にとどまらないで、実用化したものが原爆であり原発であるわけですから、で、このためには、まあ、マンハッタン計画が20億ドル、20億ドルというのは現在のお金に換算しますと230億ドル、230億ドルというのは2兆3000万ぐらいでしょうか。で、13万人が関わっている。で、科学者はその全ての段階に関わっているんだけど、実は人数的にはほんの一握りです。実際にはですね、その施設を作ったり、あるいは原爆実験場をセットしたりですね、それからまあ、極端なのではアメリカのマンハッタン計画の中では46年でしょうか、プルトニウムの人体実験までやられているわけですね。で、そういうその大きな巨大産業であるってことは、もうよっぽど統率が取れてなければ、この安全とか、無事故ってことはありえないわけですね。で、事実津波があったり、あるいはテロがあったり、あるいはちょっとした設計ミスとか、あるいはその、ボルト一つが摩耗してるとかですね、ネズミが入ったとかですね、そういうことでものすごいその膨大な放射能がばらまかれるわけじゃなくて、まあ、経済的に言ってもすごいコストがかかっちゃうんです。つまりリスキーであり、まあ、ハイコストであるという点では、自動車事故とかなんかよく確かに比較はされますけど、そういうものとはもう比較にならないようなリスクを秘めた、つまり実用化することによって人類がまあいわば後戻りできなくなるような非常にその
ハイリスクなものをですね抱え込んだという関係になる。で3つ目はご存知のトイレなきマンション、つまり、廃棄物の問題で、これはあの今あの、原発のその高濃度廃棄物の問題がばっかりが問題になってますけれども、あのいわゆるあの、スタート、米ソのですね核実験 の、 あの禁止から核兵器の縮小の過程でですね、実は今ドイツはさっきも問題になりましたけれども、まあ、実はその脱原発産業といいますか、原子炉を廃炉にし、まあ何十年も管理するというのの、まあ、あのビジネスが成り立つところまで行ってるから、実はああいう転換ができたという面があるんですね。でしかもその契機になったのはですね、ソ連で 廃止になったその原子力潜水艦のですね切断、そして処理、そしてその無害にするっていう工程を全部、実は、ソ連にはそういう技術がなくって、ドイツ の、 あの、大きなあの、科学者というの科学系のですねビジネスが、まあ、シーメンスなんかになると思いますけれども、あの始めていて、でそれが結構ペイする、まあ、いわば大型ビジネスになっている廃炉の方がですね、いう問題があるわけです。でしかもそれが10万年から、まあ、場合によっては100万年というですね半減期の長いものも処理しなくちゃいけなくて、フィンランドのように本家楼みたいな地底奥深くですね、あれは氷河があるからできるんでですね、地震国では到底できないようなことでなんとか閉じ込めようとしている。でこれが今世界中にどん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 ますます増えようとしている。でこの局面はもう原爆も原発に限らず、その原子力の実用化されたものをなんとか止めなくちゃいけないという局面にあるんじゃないかと、いうことで、まあ、その他日本ではっていうふうな理由を入れればね、あの地震の話とかいろいろなものを入れれるだろうと思いますけど、少なくともこの3点ぐらいはこれ以上、まあ、やっぱ、ニュークリアディベロップメント、核開発を進めてはならない原理として、まあ、了解すべきことではないだろうかというふうに考えまして、じゃあそれがなぜ展開してきたんだろうということで、まあ、その下に SF としての出発、SF に導かれた科学技術の戦争動員、SF に憧れ利用された日本の科学技術という話をですね、まあ入れてみたというのが今回の報告になるわけです。で、なんで SF にしたのかというのには2つ理由がありまして、1つは、まあ、次にお話しすることですけれども、もともと SF としてサイエンスフィクションとして原爆原発というのは始まったという、まあ、非常に分かりやすい点です。もう1つはですね、実は高木仁三郎に習って私はですね、なんとか神話としての原子力平和利用というのを社会科学的に書きたいと思ったんですけれどもですね、いかんせんその神話だと言い切るほどの自然科学的な素養っていうか知識がなくてですね、完全な神話なんだよっていうことを言い切るほどの説得力ある展開を社会科学では展開することが限界があるってことが分かりました。それでじゃあ どういうものとして言ったらいいんだろうと、つまり高木さんはもう自然科学者としての信念を持って神話だと言い切ってるわけですけど、私にとっては社会科学者あるいは人文科学者にとってはですね、神話であるかどうかまではわからないけれども、どうもフィクションが入ってんじゃないかっていうぐらいのところまでは言えるんじゃないだろうかと。でしかもそのフィクションっていうのはサイエンスというものに裏付けられてるがゆえに、ものすごいこの特に我々、自然科学をもともと専門にしてない者にとっては、まあなるほどなるほどと言わせるところが大きい。ましてや非専門家と呼ばれる人たちにとってはですね、専門家が言うんだからってんで信じ込みやすい、そういうものであるというふうに位置づけることは可能ではないか。それがサイエンスフィクションという、まあ要するに神話よりはもうちょっとなんとなく信憑性があるかなと思われるけれども、やっぱりまあこれ実はあんまり悪い意味で使ってるんじゃないですね、人類というのはもともとサイエンスフィクションにって発展してきたんじゃないかということを含めて、それからしかしながらそれがフィクションだっていうことを自覚してないと、とんでもない目に遭うんじゃないかというふうなものとして、今日はサイエンスフィクションとしての原子力平和利用というふうにしていたしました。で2ページ目から以下が実は今日のお話で、まあ長い文章書いてますけど、実はこれ
ようやく原稿を書き上げた2冊目の原発の本といいますか、それもその社会主義と原子力というですねことをテーマにした本を岩波の方から、現代全書というのが来月から出始めるんですが、それで一人一冊で書くことになってて、その原稿の一部、なんですけれども、まあそれは実は1913年から始めることになった。なぜ1913年かというと、H.G. ウェルズ、ハーバード・ウェルズっていう人がですね、イギリスの有名な作家ですけれども、が初めてアタミック・バンブ、それからアタミック・エナジー、あるいは、まあ、フォース、あるいはパワーっていう概念、それから、まあ、後に人々はそれをニュークリアというふうに呼ぶようになった、そういうものを、言葉を作り出して、世界に、まあ、広めた、で、しかも世界に広めたじゃなくて、自然科学者にまで影響を及ぼして、その自然科学者たちは真面目にですねそれを作ろうとルーズベルト大統領に提案して、それが原爆になったと、そういう歴史があるからなんですね。つまり人間がある欲望を持って、それでその、夢を見て、しかしそれなりの科学的裏付けを持って考えていたことが実現されて、で実現されたものが夢の段階のものとは随分違ってですね、実は悪夢であったりですね、あるいは裏があったりという流れが原子力のその歴史だったんじゃないかっていうのが、まあ2枚目以下のところで、で2枚目以下のところは実は墓地のとこだけ見ていただければですね、一応話はつながるようになってて、後で皆さんは関心ある方はそれぞれのところをじっくりと読んでいただけばいいように作られておりますので、幸いこういう立派な小冊子にしていただきましたので、今日はこれに基づきまして話していきたいと思います。で、種本はといいますか、その原子力や原子爆弾が出てくるのは1913年第一次世界大戦の直前に出ました、その解放された世界 The World Set Free というですね、小説でありまして、それが日本語の本になった時の2つの版、片方は何でしたっけ、なんとか文庫というやつで、片方が岩波文庫、右側の方が岩波文庫ですけれども、これ実は結構絵が違うんですね、片方は原子雲みたいなので、その建物が破壊されるって話で、岩波文庫の方はですね、むしろなんか女神様が立ち上がってですね、ついに解放された世界が生まれたというふうになってるんですね。でなぜこういうふうになってるかと言いますと、本そのものがそういうふうにセットされてるからなんですね。で第一次世界大戦の直前に解放された世界というのは執筆され、原子力をイマジンしたわけですね。でしかもちゃんと本のその裏表紙と言いますか、謝辞の欄に入れてますけれどもですね、この本はフレデリック・ソディのラジウムの解釈というですね、当時の最先端のラザフォードと一緒に放射能崩壊っていうものを見つけ出した段階での最先端の、いわば原子についての知識を元にしていると。でそのフレデリック・ソディっていう人は1921年かな、ノーベル化学賞の受賞者であり、でかつこの人は経済学にも手を出しましてですね、今のエコロジー経済学の基礎を作ったというふうにヨーロッパでは評価されている人なんですけれども、彼のに追いながらやったと。で面白いのはですね、第1章新しいエネルギー源、第2章最後の戦争、第3章戦争の根絶になってましてですね、実は新しいエネルギー源、つまり、原子力エンジンってものがその考案されましてですね、世界中でその、原子力飛行機、汽車、自動車等々が使えるようになったというのが第一段階 で、それによって貧富の差が激しくなってですね、大国同士で古い国民国家というのが残ってるんで争いがあって、その際に原子力エンジンを搭載した飛行機によって原子爆弾というものが落とされると。でそれによって敵味方なしに最後の戦争破滅に至りまして、その破滅の上で人間はようやく目が覚めてですね、世界共和国
もう片谷浩二さんの世界になるわけですけれどその、作ることに目覚めるというですね、こういう話が実はこの、解放された世界っていうやつで、これもっと柳も宣伝すればいいと思うんですけれど、あまり読まれたことなくて、単に原子爆弾っていう言葉が最初に出てくるっていうことで、まあ、知られてるものなんですね。でところがこの小説 の、 最大のポイントはですね、やはり最初に原子力の産業利用工業化が行われると。でそれによってですね、まあ、彼の言葉を言えば、その、原子力の産業利用によって富があふれればこの莫大な新しい富が生まれると。しかしながら世界は全く統治されていないためにどういうことが起こる。石油に投資された莫大な株式資本は売り物にならなくなり、何百万の炭鉱労働者、旧式の工場で働いていた鉄鉱労働者、無数の産業職業に携わっていた未熟練労働者、または半熟練労働者の大群が新しい機械の目覚ましい効率性によって解雇されてしまったと。でつまり原子力を産業利用したらですね、失業問題が世界中で爆発したという。で石油王だった人がみんなですね、株が暴落してですね、売れなくなっちゃって、世界が大混乱に陥ったという、こういう話になってる。世界は全く統治されていなかった。だから豊かさの実際の到来とともに、計り知れない豊かさが満ち溢れた状況において、人間の必要を満たすのに欠かすことのできない全てのもの、あるいは人間の心の中にあった意志と目的を実現するのに必要な全てが手中にあった時に、人々はなお苦難、飢餓、激怒、混乱、衝突の中にあったというふうになっておりまして、つまり原子力を産業化するってことで世界が平和になったかなとかっていうんではなくて、むしろ世界は格差社会に突入した、大格差社会に突入する。しかもこれ第一次世界大戦の前なんですよね。でまあ、こういうことを言ってたわけですね。で彼の2つ目のですから、そのイマジンはですね、その元で何が起こったかというと、今度はその原子力エンジンまで作るところになった原子力っていうのが爆弾に使われて、原子爆弾アトミックバンブってものが生まれると。でアトミックバンブってものによってどういうことが起こるかっていうので、まあ、これ世界が破滅したって言ってですね、確かにもう大都市攻撃が行われて、なんかすごい悲惨な世界が描かれてるんですけど、ね、まだ広島長崎を我々は知ってるから今はいろいろ想像できるけど、彼の段階でここまで想像するのは難しいっていうぐらい、なんだ血が飛び散ってなんとかなんとかっていうですね、というのがあるわけです。ただし重要なのは、爆弾の落ちたところは今日に至るまで放射性物質が撒き散らされていて、処理しがたい放射能の発現地になっている。でつまり原子爆弾が使われたことによって、その地域、爆弾が使われた地域はもう地域として存在できなくなるという話がですね、もう1913年のこの話の中にビルとして印してるわけです。で次のところも実はその戦後のことを考えると重要なんですけどね。でこういう破滅、新しい破滅のための原子爆弾というものが生まれたんで、人々はようやく平和のために、科学を統御しなくちゃいけない、経済を計画化しなくちゃいけないってんで、彼実はセビアン社会主義っていうんですけれども、ウェブ夫妻のイギリスのサロン的な、いわゆる改良主義的な社会主義の、まあ、信奉者だったんですね。でその観点で彼はそれを世界共和国というふうに名付けまして、世界政府ができて、その世界共和国が原子爆弾の後に、原子爆弾が世界戦争に使われた後にできると、こういう夢を、この「解放された世界」という小説の中で、まあ、語ることになるわけですね。人類の計画のもとに置く世界共和国というのが彼 の、 イメージでして、で実はこれはよく言われることですけれども、第一次世界大戦の後の国際連盟 の、 設立にはそれなりの正解、彼はもう当時非常に有名な世界中で読まれている作家ですので、ご存知の方も多いと思いますけれども、透明人間とか宇宙戦争とかタイムマシンとか世界旅行というのをもう19世紀の末から20世紀の初めに書いてるわけですね。で世界の政治家とか大文化人と付き合ってますし、世界20年代から30年代は国際ペンクラブの会長、世界の作家界の大御所で、例えばロシアのゴーリキーなんていうのと親友であるとかですね、まあロマン・ローランとも親しいとかですね、こういう人物ですので、まあ要するに国際政治に対してもある種の提唱力を持ってまして、まあ
今から言うとどちらというと何ていうんですか、国家なき社会ですので、国民国家なき社会ですので、まあ、レーニンのなんか国家の死滅みたいなことをですね、まあ、言ってたということになる。で、次の3ページのところに実はその話ですけれども、実はこのウェルズがレーニンと会うわけですね、革命後ですね。でウェルズは、まあ、その要するに名士、知名人ですのでですね、世界中から招待されて世界旅行も20世紀の初めからいろいろとやってて、ロシアも2回目が1920年の9月の訪問でありまして、でこの時レーニンとの会見というのが行われて、それを影の中のロシアって今ミスズ書房から出ている本に、まあ、入れております。でその中でですね、彼はレーニンと意見の一致したところと全然合わないところがあったというわけですね。意見が一致したのはですね、何とかしてロシアを大発電所を作って開発しなくちゃいけないという点だというわけですね。でしかしながらウェルズは不可避的な階級闘争とか市場主義秩序を壊すこととかプロレタリアートの独裁には反対するというふうにまあ言ってですね、ロシアは大混乱のもとにあっている。しかし、レーニンという男がですね、クレムリンの無双化、夢を見ている男っていうんですけど、クレムリンの無双化レーニンが果敢に電力に立ち向かっているという、こういう話をするわけです。これが1920年の9月です。でレーニンはもうその時一応トロツキーのレーニン伝によりますとですね、このブルジョア俗物めというふうに言ったということに公式にはなってるんですね。でところがその3ヶ月後、ロシア、ソビエト全国会議 の, 第何回大会でしたっけ、でしょうか、公式の会議でですね、1920年12月第8回全ロシアソビエト大会、共産主義とはソビエト権力プラス全国の天下であるっていう、これはもう戦後になって竹谷光雄も黒田寛一も吉本龍明もコロリと巻いてしまうですね、テーゼなわけですけれども、これを打ち出すんですね。でレーニンは別にこれウェルズを引いてはいません、引用はしていません。でもウェルズ会った3ヶ月後だっていうことを見ると、ひょっとしたらっていうふうなことは、まあ、推定はできる数字でありまして、で少なくともこのソビエト権力がウェルズにとっては問題だったんですけれども、しかしその後の全国の殿下のところはですね、これなければロシアの将来はないということについては、その通りだということを言ってたんですね。でむしろそれを、まあ、いわばその推論をですね、ある意味裏付けるのが1926年のトロツキーの、話でありまして、トロツキーが文化革命論の中でですね、ウェルズに言及している論文がありまして、それが無線科学技術社会というですね、ロシアの科学技術者を集めた会議での演説なんですね。でそこで何を言ってるかと、イギリスの作家ウェルズ、皆さんの多くがこの人の空想小説を知っていることでしょうの、1902年段階に彼は飛行機が戦争で使われるという予言をしたけれど、それは第一次世界大戦で実現したではないかと。でしたがってウェルズの空想しているようなことは必ず人類は実現できるんだという話をするわけです。それが3ページの下の方に引用しているやつでして、科学と技術は物質およびそれと不可分の空間と時間を人間に従属させると。恐ろしいですね。なんか東京都知事が2時間時間を早めるっていうのを言ってるみたいです。こういうふうなのと非常に似た。つまり、時間も空間も人間の手によってですね、左右することができるんだと。なぜならば放射能は有機物論にとって危険なものでは決してなく、弁証法の最も見事な勝利なんだと。物理学の最大の課題はこのエネルギーを組み出し、隠されているエネルギーが泉のように噴出するように線を開くことであるんだという、こういうイメージ。その時石炭や石油を原子エネルギーに取り替え、それを基本的動力とする可能性が開かれてくると。これは1926年のトロツキーの夢でありまして、ウェルズを直接に使うんですね。でその際に、じゃあ科学技術がそんなことに手を出していいのかということについて、技術それ自体は軍国主義的だとも平和主義的だとも言えない、支配階級が軍国主義的に使えば技術は軍国主義になるんだと、つまり技術の中立性という論点ですね。もうこの種のものは戦後になってくる論点がもうほとんどこの段階でも出ているというふうなことが分かるんです。で1928年に当時の国際共産主義運動の総本山であるコミンテルンというところが世界綱領を作りまして、ブハーリンが起草してスターリンが最終的に承認するものです。その中に入るのが、人類は自然力との戦いに人間自身の集団的な力の発展と向上に全エネルギーを注ぐようになるのが共産主義段階であると
生産力の限りない滑らかな急速な上昇で、別のところでは自然の征服という言葉が出てくるわけです。自然を征服することこそ社会主義であり共産主義であるというこういう考え方で、それに至る近道が原子力であると、放射能であると、こういうあの原理がすでに1920年代に作られていたわけです。でその延長上で1945年以降ソ連で実際の原子力開発が進められるんですけれども、まあ、それはその次の話にいたしまして、4ページ以下のところに移りますけれども、でウェルズは確かにこういうふうに言って、ひょっとしたらレーニンにもあるいはまあトロツキーには確実に影響を与えたわけですけれども、じゃあ彼はその原子力、原爆や原発についてどう言ってたのかという、実は彼が小説で明らかにしたのは1913年でせっかく受けたんだからそのまま使えばいいんですけど、もうそれ以上のその空想を彼はやっていくわけですね。で実はあんまり原子力小説とかそういうのはその後の彼には出てきません。彼はむしろその第一次世界大戦が終わったところで文明論を展開するわけですね。あの岩波文庫に世界史概説ってあるのを読んだことある人もいるだろうと思いますけれど、あれ戦前は世界文化史概説というふうになぜかなってますし、これも1923年ですか、29年、30年、日本でも原子は20年代の初めですけど、第一次世界大戦が終わったところで、要するに世界の文化、人類史を総括して、それで先ほど言った世界共和国をどうやったら作れるかと、で唐谷さんと違ってなんかギリシャの哲学の中にヒントはなかったみたいなんですけれども、あのただ彼なりにですね、古代の人類のその歩み、古代からの人類の歩みの中になんとか人類が一つの世界を作るような、まあやっぱ構想を世界文明史、文化史という形で展開するわけです。岩波文庫の赤版世界史概説というのは長谷部文夫、つまり、資本論の翻訳者であるわけですね。まあ、彼が戦時中、彼が困っている時にウェルズの小説をですね、いわば翻訳してあの日本に提供していたという関係。戦後は安倍友次が、まあ、あの翻訳するわけですけど、でこの中で彼が言っているのはまさにあの世界文化は国際連盟でも国際連合でもまだ不十分である。でどうすればいいのかっていうんで、彼が着目したのが実は人権、ヒューマンライトという概念でありましてですね、要するにその人間を中心にして世界を再構成するというイメージを持つならば、それはその新しい世界を作りうるんだからってんで、まあ晩年の彼の著書はほとんどが人権概念をどうやって広めていくのかということに使われます、まあ、その話は最後にまたちょっとすることにしまして、じゃあこのウェルズ的な空想、レーニンやトロツキーからかその歓迎されたものが日本ではどうだったのかという話を先に、4ページから5ページのところでしておきます。4ページには1920年、第一次世界大戦がすぐ終わった時に実はこのウェルズの解放された世界の翻訳は戦後なんですけれども、あらすじはすでに、新青年という、これは当時の、まあ、後に江戸川乱歩とか横水正史を出すですね、有名なモダニズムだし、モボモガなんていう言葉のですね、近年はこの新青年を持ってるかどうかというのではやられているような、そういう雑誌のですね、創刊から第8号、1920年の8月号に岩下古州、この人物が何者か、科学ジャーナリストであることははっきりしてるんですけれども、それ以上のがわからない人が書いてる「世界の最大秘密」という小説がありまして、でこの小説をが、まあ、まさに SF なわけですね。で名前も今から約20年前に H.G. ウェルズが人間は間もなく空中を飛ぶと言った時、人々はウェルズは小説家だからいい加減なデタラメだと言ったけれども、しかし今日はどうだと、ちゃんと飛んでるではないか言って、またこれほとんどトロツキーと同じことなんですけれども、でその人間は空を飛べるようになったんだから、ウェルズが言うことはこの、将来確実に実現できると、その一つがってことで出てきたのが原子爆弾、アトミックバンブと原子的家庭、アトミックホームっていうですね、優しい概念がの2つが出てくるわけです。でラザフォードの発見を紹介したから、要するに、原子を放射能分解、崩壊するときにですね、すさまじい力が発生する、でこの力を人類が制御するならば、我々は新しい時代に入ると、
でその一つは原子力を放ってこの大地を通過させ地球の反対の面、例えば日本からアメリカの位置違いをですね廃人にしてしめるようなものだと、これは原子爆弾ですね、であると。で5ページになります。でしかしウェルズはこの時その前に大量失業があって世界戦争が起こるっていうんですけど、もうこの、日本に紹介される時にはその前の段階は省略されてるわけですね、その戦争はですね。でもしこの力が使われればですね、戦争がなくなるっていうんですね。なぜならば、あ、これは前のところにあったかな、現場にもその恐ろしい力であるために、原子力というものが実現されれば原子爆弾の威力に対してはいかなる強国といえども対抗できないから戦争は永久に不可能になる。これ実はあの戦後におなじみの抑止力というやつでして、原爆があれば戦争がなくなるという、この論理はもうこの段階で1920年に日本人が作り出しているということになるわけですね。でしかしながらってんで、こっからがもうこれは私はあの社会主義を研究してきたんでショックだったんですけどね、もしこの力原子力が実現されたならば現代時代現代社会の最大難物、1920年の最大の問題は米騒動が起こってですね、共産党が生まれる、友愛会が労働組合になるというところですね、この段階の最大難物である労働問題などはたちまちに解決され、万人はことごとく労働の苦痛から解放されると、税金は不要になる、泥棒も巡査もいなくなると、治安維持法なんか作らなくていいと、汽車も汽船もなくなる、戦争も疾病もなくなり、人間はもっと、長生きするようになる、原子力利用の専門家、この専門家というのがいやらしい言葉なわけですまあウェルズとラザフォードのことなわけですけれども、アトミックホームと称しているが、そこでは鉄瓶のお湯も全て原子力で沸かされる、主人や奥様の着物もその力を借りて洗濯できる、もしそうしたいと思ったら毎日下着を変えることができるとこの頃はね、あの下着洗っても大変な人の労働だったわけでして、まあ、そういうものもなくなって、まあいわば女性も解放できるっていうですね、こういう話になってるわけですね。でもちろん労働問題などはなくなり社会的不安は一掃されてしまうと、これは共産党にとっては大変な敵になるわけです。ようやく生まれてですね、階級闘争が必要で天皇制打倒と言おうとした時にですね、そんなことしなくても原子力っていうのがあればもうそんな難しい革命なんてのいらないよっていう、まあいわば提言がすでにここには出ている、ですから関東大震災後の日本というのは一方にモダニズム、もう一方に社会主義というのがですね、あのイデオロギー的には大繁盛する時代になると、こういうあの関係になっている。でしかしながらということでですね、あの、5ページの下の方に入れておきました。しかしいくらなんでもこれはあまりにもその、話が虫のいい話じゃないかと思う人よ向けの SF もあったということですね。っていうよりも SF の中でも日本の SF は非常にある意味では優れていたということを示すんです。1927年、雲の十座、これは聞いたことある人が結構いるんじゃないかと、私も小さい頃に火星探検とかというような記憶があったんですけれども、この雲の十座って戦後の日本のサイエンスフィクションの、まあ、いわばあの父みたいな人ですけれども、まあ、彼はですね1927年に放送された遺言というのこれあの今青空文庫ってあのご存知の方多いだろうと思いますけれども、あの著作権の切れた小説は全部あのインターネットでタダで読めますね。あそこに入ってますから関心のある方はぜひ読んでいただきたいんですけど、まあ、その中でですね、その原子爆弾の話、それから原子力の利用の話が出てくるわけです。で彼がここで言ってることはですね、最近世間には日本のことでしょうね、ここではですね、神を恐れていることを忘れ神を冒涜するようなことが実際に起こってきていると。今ここに一例を挙げても人類は5万年かかってついに、原子チロニウムというものが出てですね、これは不老不死の薬だっていうわけですね。あの遺伝子操作どころじゃない、とにかくですね、あのもう無限に生きることができる薬ができたと。でしかしながらって言うとですね、この不老不死の力、あの薬を作るためにはそのまあやっぱ原子の崩壊実験というものをしなくちゃいけない。で6ページになります。まあこの辺はもうあのまともって言いますか、あの今の原子核物理学からあの見るとどうなるかはというふうな話にして、
人間は誰も不老不死で生き延びたいという欲望を果たすことは果たして許すべきことだろうか、酸素原子をチロニウム原子に変成する実験は果たして安全に取り運びうるものであろうかっていうですねことを、まあ、あの海野重三はあのさっきの20年の、岩下の夢に対抗する形でですね、あのそんな夢を見ていいんだろうか、そんな夢を実験しようとすると、これだけのエネルギーが必要になる、でそれを一体人間は制御できるだろうか、こういう話に、まあ、切り替えているわけです。私はその巨大な勢力エネルギーが飛び出した時のことを考えると立然といたします。多分その驚くべき巨大な力は簡単には人類によって操縦されはしないでしょう。私は想像します。おお、それはもっと恐ろしき出来事の端緒となるんではありませんか。もうほとんどこれはもう、福島まで通じる想像力の力による原子力の問題というのをですね把握ということになる。でつまりこの海野重三の小説ではですね、一つは一体そんなことをやるのが神に対する冒涜じゃないだろうかって、これはつまり人類がやっていいことなんだろうかという倫理学上の問題があの大きな大前提としてありました。二つ目に、人間がいつまでも生きたいという欲望を持つことがですね果たして正しいであろうかと、これも倫理学上の問題になりますけれども、まあ二つ目の問題として提起して、で、第二にということで三つ目に、そういうふうに欲望したとしても欲望を実現する際に果たしてそのエネルギーの元になる原子を果たして人類はちゃんとコントロールできるだろうかという問題を常に1927年、共産党史にしたあの親しい人は27年定説という福本イズムがですねあの盛んだった時でありまして、天皇制打倒君主制打倒というスローガンが初めて掲げられる時であり、翌年が先ほど言ったコミンテルの世界綱領で世界征服というのが入る時ですけど、その時にすでに彼はこういうあの、まあ、いわば警告をですね、発していたという関係に、ここではなるわけですね。でつまりこの海野重三のその小説は、まあ、その次のところにもちょこっと入れておきますと、彼はだから45年の8月の広島にも全然驚いてないんですね。やっぱり使われちゃったかという感じで、西野博士の心境いかんって言ってですね、日本の科学界が果たしてそこに追いついただろうかということの方を気にしているというのが海野重三である。でここには書いてませんけど、その後も彼は何度も原子力についての原子爆弾によって人類が破滅するという筋の小説を何本か書いております。でこれがあの SF の世界ですね。でところが厄介なことに、先ほどのウェルズの SF はですね、もう一方で実際の原爆を作り出す原動力にまで、まあ、レーニンやですね、トロツキーが共産主義を夢見る程度ならいいわけですけれども、そうじゃなくて原子爆弾を実際に作る引き金になったっていう話が6ページの後半の部分で、その、まあ、あの媒介者がレオ・シラードというハンガリー系のユダヤ人科学者ということになります。で実際の原子エネルギーの開発は1938年の末にオットー・ハーンとリーゼ・マイトナーによって核分裂が発見され、物理学者たちの世界で、まあ、それが共有されて、それで それをあの、ね、なんとかその実用化しようという方向で原子爆弾マンハッタン計画になるわけですけど、そのマンハッタン計画はどうやって始まったかというと、ルーズベルトに対するアインシュタイン博士の手紙っていうので始まると。ここは大体皆さん聞いたことある話だと。でそのアインシュタイン宛てのルーズベルト宛てのアインシュタインの手紙っていうのはですね、実はアインシュタインに比べればあのそれなりに有名なんだけれども、まだ無名に近かったレオ・シラードという、ユダヤ系、同じくアインシュタインと同じようにユダヤ系の物理学者が、アインシュタインを口説いて、なんとかあなたの名前でですねルーズベルト大統領に原子爆弾を作れというのをやってくると。そうでないとユダヤ人はヒトラーによって撲滅されてしまうと。でナチスドイツをですね世界にはびこらせるわけにはいかない、そのためにはあの強心的な、まさに神がかったですね第三帝国を作ろうとしているヒトラーをやっつけるためには原子爆弾以外にないと。で幸いってことで彼はですね、それはあのアイディアをそのアインシュタインを説得する材料をどこから得ているかといいますと、7ページになります。で彼は実はハンガリー生まれのユダヤ人で、エントロピーとかですね分子生物学に非常にあの
詳しい核物理学者で、人によっては核連鎖反応というのは彼が発見したんだと、1933年になるんでしょうか、いうふうに言う人もいますけど、要するにあのいわゆる、世界的な超エリートの集まりであるあの、核物理学者サークルの中の一員なわけね。でベルリン大学時代に H.G. ウェルズの解放された世界を読んで核連鎖反応のアイデアを得たと。でこれは H.G. ウェルズのバックにラザフォードたちがいるわけですから、まあ、ある意味不思議じゃないわけですね。で1934年に彼が書いたこと、現在の物理学上の諸発見の工業的応用に関する限りは作家の予見が科学者の予見よりも正確であると、いうわけですね。で実際にあの、ウェルズの予言は実は1956年に初めて原爆ができるんですけれども、それよりも早く45年にできるという形で実現されるわけですけれども、このウェルズファンでありウェルズを尊敬していたシラードがヒットラーが出てきたから何とかしなくちゃいけないというんでアインシュタインを口説き、アインシュタインからルーズベルトにはあの手紙が渡されて、それにアイディアを得てマンハッタン計画はゴーサインが出ると、こういう関係に、なっているわけですね。でその手紙は8月2日付で書かれて10月2日にルーズベルト大統領に渡りました。39年の10月、皆さん知ってる人はいると思いますけど、39年の8月の末に突如独ソ不可侵条約というのがですね結ばれて、それまで敵対してってことになってたヒトラーとスターリンが手を結んじゃったわけですね。それでヒトラーがポーランドに侵攻して、それで独ソ戦が始まると、第二次世界大戦が始まると、日本はまだですけどですね、という時、それでしかもポーランドというユダヤ人のものすごくいっぱいいるところにですね入ったのに、スターリンは何て言ったかと、あれは帝国主義間戦争だって言ってですね、それまで反ファッションと言ってたあのヨーロッパの新聞に全部ヒトラー批判をやめさせるわけですね。あの、各国共産党が全てヒトラー批判をやめるのがこの1939年の9月、その時に原爆を作れという手紙をですね大統領にあの、シラードがあのアインシュタインを受け通じて渡すと。でところがその元祖である H.G. ウェルズも同じ頃にですねルーズベルトに10月24日に手紙をやっぱり送ってるんですね。でそれはですね、ヒッラーのファシズムに対して民主主義諸国が人権宣言を発して、これをこの人権宣言で中立国を全土あの、組織していって、それでヒットラーを孤立させて新しい世界連邦を作ろうと、こういう提案でありまして、これはウェルズのサンキー人権宣言という、これが、まあ ある研究者によればルーズベルトの4つの自由、大西洋憲章、連合国のワシントン宣言、ポツダム宣言で、日本国憲法の要するにあの、軍備の撤廃という要求が入っているわけです。戦争放棄と戦力の放棄というのがその 人権宣言の、ポイントになる。で世界人権宣言に入るという人権思想にこう入っている。でこちらの方もある程度実現されたけど、しかし世界史に影響を与えたという意味では、まあ、あの勝るとも劣らないのがそのシラードからアインシュタイン経由で入ったマンハッタン計画の方だったんです。じゃあそれはどうだったのかと、あと20分ぐらい大丈夫ですね、はい、じゃあ7ページの、下段からいきます。裏切られたシラードの戦いと米国における科学者たちの戦争動員というところです。要するにシラードにしろアインシュタインにしろヒットラーのナチズムを倒すために原爆っていうのを作ろうと提案したわけです。でところが原爆を実際に作るためには、まあ、これも先ほど言いましたけど20億ドル12万5000人の労働力を必要としたし、まあ、時にはプルトニウムの人体実験みたいなことまで必要だったわけですね。で巨額な軍事予算、現場労働者作業員を含め12万5千人の巨大プロジェクトで、要するに原爆というのは科学者が作ったように言われるけど、科学者の数というのはせいぜい数百人でありまして、これに関わったのですね。でその他の圧倒的な部分は、一つは技術者、つまりそれをあの、まあ動かすところですね。それから何よりも一般労働者、施設を作ったり実験場を整備したりですね、あるいは実験場に実はいてですね被爆したりする人たちという、こういう関係、だったわけですね。でおまけにこれだけの国家予算を軍事予算として使うとですね、アメリカは一応民主主義の国ですので、税金の使途は国民に明らかにしなくちゃいけません。それでこれだけの金を使ったものが
使われないでですね、戦争が終わっちゃうとですね、議会に対して申し訳が立たないわけです。で、実は1944年にはもうすでに、ヒットラードイツは確実にもう敗北するだろうということが予測できる状況にありました。ところが原爆製図はまだ追いついていないわけですね。で、その段階で何がやられてたと。幸い東の方にはですね、まだ新国なんとかとかで言ってですね、頑張っている日本というバカな国があると。この国に原爆を落とすことによって、膨大な予算がちゃんと平和のために使われましたよということを証明する必要があるっていうのが、その後の実際のマンハッタン計画の進行です。で、しかもこの段階でシラード、からシラードが実験に携わっていたシカゴの冶金研究所っていうんですけど、実際には原子炉を作ってたわけです。この科学者たちが一斉にですね、ヒットラードイツを倒すために作った原子炉の計画が実現、それなしで済むならば、ここで計画はやめて、もう原爆を作るのはやめようってことまで提案するわけです。だけど、それを指導してたのはすでにもうクローブス准将、オッペンハイマー科学者の中の代表者、およびスティムソン国務長官でありルーズベルト大統領なんです。で、ここではもうこんな予算作ったものを今止めるなんてことは考えられない、ナチスがで使えないんなら日本に対して使おうということになって、1944年にはすでに、原爆を実際に落とす相手は日本というふうに決められます。で、その、シラード以外の科学者でもですね、何人かは例えばせめて、実際に落とす前に無人島で爆発させて、その写真を新聞で日本に送ってですね、お前ら降参しないとポツダム宣言受諾しないとこうなるよと言った方がいいんじゃないかと。これもルーズベルト、45年になりますとルーズベルトが5月に亡くなっちゃいますので、トルーマン大統領をスティムソン国務長官の聞き入れるところにはなりませんでした。で、実際のその原爆というのはイギリス、それからそのアメリカ、それからそのカナダ、この3カ国、カナダはウランの発掘なんですけど、の3カ国の共同作業だったわけですけれど、この共同研究、ロシアを排除した連合国内の秘密の計画を将来的に戦後の世界のために使うためにも原爆は一旦使わなければならないということになりました。8ページ以下の、ところになりますけれども、45年の8月に広島長崎で使われます。で、その際に一般にマンハッタン計画に科学者が動員されたということだけが原爆関係の科学者の人の本には多いんですけれど、実は社会科学、人文科学も全面的にですね動員されてるんですね。で、原爆との直接の関係ではアルゾス計画っていうのがあります。アルゾス計画っていうのはですね、ドイツがどこまで研究進んでるかっていうのを知らないと、アメリカがちゃんと原爆を作ってそれが有効に使えるかどうかわからないから、ヨーロッパの核物理学者たちの動向を密かに調べて、彼らが原爆を作った兆候があるかどうか、あるいは原爆の 原料となるウランを手に入れているか、黒鉛を手に入れているか、重水を手に入れているか等々を調べるというチームが特別に、OSS というんですけど、これ戦後の CIA の前身です、に作られまして、アルドス作戦というのが取られまして、膨大ないわばスパイチームですね、平たく言えば。これがイタリアとかスイス、中立国スイス、それからオーストリア等々に行って、ドイツの核物理学がどこまで進行したかというのを調べるという役割を果たすわけですね。その中にニューヨークヤンキースの保守だったモーバーグというのが入っているというのは、これは日本でも本になって、出ているやつですね。で、ところがこれは私のオリジナルの研究ですけれど、その時代に、要するに原爆を落としたらどんな効果があるかということ、社会的政治的効果があるかということについては、実は社会科学者、人文科学者が動員されているわけです。戦略情報局調査分析部リサーチ&アナリシス R&A というところに、全米の社会科学人文科学の俊英、大体博士号を取ったけど大学が戦争でほとんど授業がなくなっちゃってね、それでその取った博士号を生かしたいっていう若い優秀な研究者、例えばジョン・スウィージー、
バランなんていうですね、後にマンスリーレビューを編集するマーキストなんかが、まあ、入ってるわけですけど、まあ、あと歴史家のシュレジンジャーとかですね、エドウィン・ライシャーは、エドウィン・ライシャーの場合は陸軍なんですけれども、とうとうが入る形になります。でそこでアメリカの世界戦略にとってどうやったら敵に勝てるかという敵国研究と、それから戦後世界をどうするかっていう設計、戦後世界秩序の設計が行われます。戦後社会科学がに実はそれがほとんどそのまま使われていくことになるわけですけれども、例えば経済学はロスト・レオンチェフ、それにスイージー・バラン・マルクスも入る。社会学はエドワード・シルズ、タルコット・パーソンズ。対独政策、ドイツについての政策は特別にドイツから亡命したフランクフルト学派のマルキストたち、具体的にはフランツ・ノイマン、ヘルベルト・マルクーゼ、オットー・キルヒハイマーというふうな人たちでありました。戦後ドイツ計画は60年安保の頃でしょうか、68年か、新左翼の教祖と呼ばれるマルクーゼが実は書いてるんですね。でなんでマルクーゼなのか使われるか、実は心理学とマルクス主義をですね結びつける精神分析学との、この辺はもう島田先生の世界になる、甘く深く入るとですねボロが出ちゃうところなんですけれどもですね、でどういうことかというと、要するに敵国を研究するために経済学とか政治学とか歴史学だけじゃ足りないと、とにかく全体を研究するためにはそういうものが全部くっつかなくちゃいけないと。それでアメリカではエアリアスタディーズ、戦後の名前ですけど、要するに地域研究というのが、日本研究とか中国研究とかっていうのはそこで初めて戦争中に敵国研究として生まれるわけです。でそこにいろんな領域の学問を合わせて研究をすると。この研究のスタイルも、これはもう先ほど島園さんから最近の日本の大学がどうなってるかお話がありましたので分かりやすいだろうと思いますけどですね、要するに、学際的研究、業界領域研究というのがものすごく進められましてね、何よりもプロジェクト研究というのがですね決定的なんです。でそのプロジェクトごとに予算が配分されるという形になりまして、重要な、計画、対日百科全書作成計画になっているのにバーンと予算が来る。その予算で何が得られるとかですね、日本の地図、小説、映画、写真、一番多いのは港の地図なんですけどですね、こういうものは膨大に集められるわけです。日系人がカリフォルニアから山の中に強制収容されるというのは実は相当大きい余裕が、時事年間とかですね、満州年間とかで、ね、そういうのを日系人から集めるという計画が実際にありました。それで買い取られているんですけれども、まあそういうものです。でそれによって哲学、美学、歴史学、経済学、統計学、政治学、社会学、教育学、この辺は実は昔からある学問ですね。それに信仰のこの領域が、これが生まれたために出てきたのが文化人類学、社会心理学、地理学、メディア論、から国際関係論、こういうのは全て第二次世界大戦後に日本にも輸入される、戦争があったことによって生まれた新しい学問領域、それまではあまり日の目を見なかったところがですね、が出てくるわけです。で要するにそういうものを合わせて、なぜ人々はヒットラーに従ったのかなんていう心理学的研究がですね、論文として大統領のところまで行くわけです。でただしそのやり方が狂ってんですね。プロジェクト型研究とその予算配分が重点的にやられるというのは言いましたけどですね、それが大統領に行くところまでにね、3段階ぐらいかな、レフェリー制っていうのがありましてですね、まずそれが科学として正しいかどうか、研究分析として正しいかどうかがチェックされる。次にですね、軍隊の検出がありましてですね、それが今軍事的にどれだけ必要であるかということが次の段階でありまして、最後にホワイトハウスでですね、これは大統領まで見せるべきか、それとも国防長官のところにストップにすべきかというのがありまして、その都度ですね、チャート式って皆さん、これがこの時に生まれるんですね。全ての論文は全て公害用紙1ページにまとめろというやつなんですけどですね、大統領に入れるときには1枚の小さな紙片にまとめろというふうな結論だけを簡潔に記せというやつがこの時に作られまして、それでその実際に、挙げられていくわけですね。でこれは必ずしも原爆だけではありません。実はその、戦後のアメリカの科学予算の配分はこの計画に大体社会科学者、人文科学者、科学者という意味では900人、
それからあの何ですか、あの、秘書なんかみたいに資料を集めたりする人まで入れると2000人が戦争中動員されているわけ。全米科学者協会がバックになって、あの一番できるやつを核大学からですね送り込むという、そういう仕組みだったわけですね。でそれであのこれがあの、まあ戦後のアメリカの科学技術体制を作っていくことになるわけです。でこれはですね、マルクス主義みたいにですね、まあ、かっこよくね土台上部構造からかかって、あの社会的存在が意識を規定するところですね、あるいはもう自然弁証法と何ですか、あの唯物主観と、弁証法的唯物論という方法論ともこう三者一体みたいなね、もう自然も人間も何でも分かるなんてことは言わないんですね。むしろ人間の科学はまだまだ未知の領域が多いっていうことを前提にしてですね、全て開かれたオープンシステムで他の人々からレフェリーを受けて初めて科学としての評価が決まるという、こういうシステムになっているわけです。でそれによって作られたのが、例えば社会学で言えばパーソンズ・シルズの AGIL という社会システムのでありました。あれは実は土台上部構造論というのをものすごく意識しているわけですね。存在によって意識が規定される、あるいは経済によって政治や文化が決まるだけじゃなくて、政治経済文化というのはそれぞれ独立変数よというモデルになるわけですね。で経済学者の人もここには見えているようですので言っておきますと、レオンチェフ、クズネツのですね、産業連環表および国民所得計算というのが入りまして、要するに経済は数量化できると、自然科学と同じように計算できるということになりまして、これが何になっていくかというと、国連統計、 OECD、 世界銀行、 IMF というところに入れられていって、マルクスの再生産標識の代わりにですね、そちらが使われるというふうになっていくわけで、総仕上げが歴史論でありまして、これが WW ロス等の近代化論、モダナイゼーションセオリーってやつで、奴隷制から始まってですね、封建制なんとかなんとか、原始共同体から始まるのか、原始共同体、奴隷制、封建制、資本主義、社会主義といく代わりにですね、農業社会から始まりましてですね、だんだん離陸していって、最後高度消費社会っていうのがですね、共産主義に当たるところに第5段階として、やってくると、こういうものが作られて、これが実はアメリカでは、アメリカの社会科学人文科学の世界ではもうこれが石化したんですね。で日本にも戦後やってくるわけですけれども、実は日本にはドイツ的伝統がずっとあったもんですから、なかなか簡単には入らなくて、ようやくこの10年ほどといいますか、冷戦崩壊以降ですね、あの大学の先生っていうのはサイクルが20年から30年経たないとなかなかあのやめないもんですから、まあマルケイとか左翼を追い出した後の日本の大学は今これに近い状態になってきていると、私も許された一人になるわけですけれども、まあ、いうふうなあの形に受け継がれると。ですから原子力をその作る、原爆を作るという計画がいわばその科学の組織化のですね、いわば原型になって、社会科学や人文科学まで広がったというのが、まあ、私の見解です。で、そろそろ35分になったから、 あと10分ぐらいあります、はい。8枚目のところでですね、実はこれに近いことはあの別にアメリカだからってことで、アメリカに近いことをどの国もやろうとしたけど、実際にできたのはアメリカだけだったんだということでありまして、じゃあソ連はどうだったのか。ソ連はですね、あの竹谷美紗も、実は湯川秀樹もそうなんですけどね、さっきの原子力研究はいよいよ実現するっていう、あの、高木仁三郎がですね引いた詩で、原子力発電が生まれたって言ってるのはですね、ちょうどソ連の核実験の時なんですね。それで、高木仁三郎は、湯川は明らかにソビエト社会主義におけるその、原子力 の開発を想定しているというふうに今中期しているわけですけど、そのソ連の原子力開発っていうのは実は、91年にソ連が解体するまでほとんど分かりませんでした。その理由は秘密都市と言いまして、もうとにかくあの、地図にも載ってないところで研究開発が行われ、実験が行われ、事故があの起こっても隠されたという、あの日本の安全神話とは比較にならないことといいますか、もっともっと厳しいですね、秘密によって覆われていたからなんですね。でその全貌がようやく最近いろいろな形で明らかになってきました。例えばこれは東洋書店というところから出ているビフブークレット、原子力大国ロシアという本なんですけれども、これはですね、あの、そのチェルノブイリを含めて、あのロシアの原発っていうのがどういうところでどういうふうに使われたのかっていう、このシリーズ3冊ぐらいあるんですけど、とがやられています。でそれによって分かってきたこと、
いくつかあるんですけど、まあ、細かいことは、抜きにします。でソ連も科学者技術者をまずあのこっそりとベリアのもとにですね、内務省にですね、組織にして、いわゆる KGB、が関わったということはよく知られて、これはあの前からあると言われてたことなんですね。で最近ソ連が崩壊して分かってきたこと、一つはアメリカの原子力マンハッタン計画の中にはものすごい幅広いスパイ網が入っておりまして、例えばあの広島長崎の実験に至る前の段階かなの設計図、原子炉の設計図、原子爆弾の設計図ですね、これはあの、クラウス・フックスというイギリスから派遣されていたマンハッタン計画の相当中枢の、科学者を通じてソ連に全部あの流れていた。から何よりもそのシラーズにしても、つまりユダヤ系の人たちなんかはですね、ドイツに使われないならばもうこの技術を公開して、同じ連合国なんだからソ連と共有して、その、まあいわば英米で独占するんじゃなくて、ソ連も含めた連合国で共有して、この連合国がそのままユナイティッドネーションズ、国連になるんだから国連で共同管理しようと、こういうのは、これはあのアインシュタインは非常に強く言ってましたし、後にオッペンハイマーさえ言い出す話なわけですけど、そういう方向で考えていたわけですね。でところがソ連は、その情報を公式にアメリカからは取れなくて、なんかプツダム宣言の時にはですね、トルマンがこっそりと、我々はついに新型爆弾を開発したって言ったら、ふーんとって言ったっていう話が残されていますけど、あれはもう全部知ってるわけですね。でそれに基づいて、実は8月20日、日本の、広島長崎の、2週間後にですね、本格的な開発命令が出て、科学技術者が動員されて、秘密都市が作られて、それで実際に原爆政策に入って、48年に初めての、原子爆弾が、まあ、アメリカに対抗してできて、で54年になりますか、原子力発電は実はソ連の方がアメリカよりも早いわけですね、世界で初めての原子力発電が可能になるというふうに。でこの文脈で重要なことは、一つはその科学技術の成果の部分、ソ連の場合は秘密主義ですので、社会科学者なんかは全然関われないところで、ある一定の最も優れた技術者科学者が集め、秘密都市に集められて、そこで核開発に従事させられたということですけれど、じゃあアメリカでその12万人もいた労働者とか実験の、まあ、いわば人体実験される人たちはどうなるんだと言いますと、実はこれがあの捕虜抑留者たちであるということが、あのソ連の崩壊によって分かってきた、8ページから9ページのところ、ですけれども、ですよね、9ページから、これは、ジョレス・メドベーデフっていうですね、生物学者で類線工学説の工房なんていうのを読んだことある方がいらっしゃると思います、まあ、彼がソ連が崩壊してからあの出した本の中に、出てくるんですけれどもですね、要するに秘密都市っていうのは原子力収容所、アトミックグラークだと。なぜならば何十万人もの人が一つの都市に集められて、原爆開発という限られた目的のためだけのために、通信の自由もなく移動の自由もなく、その代わり給料と生活保障はものすごくよくってですね、やられてたんだというのが一つで、そこにドイツ人の科学者が相当入っていました、捕虜として入っていた。もう一つはですね、その秘密都市というのは何もないところに、まっさらなところに作られたわけじゃない、もともとスターリン時代の粛清、囚人労働が作った北海運河とかですね、あのシベリア鉄道なんかと、あの同じ労働力、つまり囚人労働によって作られた施設の後に秘密都市というのは作られていくわけです。でそこに日本人60万人、ドイツ人230万人、ハンガリー人50万人、合わせて朝鮮人とか中国人まで入れますと、470万人、これがソ連が第二次世界大戦で得た捕虜なわけですね。で一番危険な仕事、つまり、ウランの採掘から、それからその先ほど言った施設の、構築のところをどうもこの捕虜たちがやらされていたっていうことが、まあ、これはつい最近になって明らか。そればかりじゃなくて、45年の8月6日に考えてみれば、日本が外交関係を持っている国っていうのはドイツも負けたしイタリアも負けてるわけですね。そうすると中立条約を持っているソ連だけなわけですね。でソビエト大使館は健在だったわけです。から日本の中に動き回れたわけです。でこれは今年
キルチェンコっていうですね、旧 KGB の係員が明らかにした。実は広島原爆当時、在日ソ連大使館、2人の大使館を広島長崎に派遣し、原爆の威力を調査させていたと。ABCC より早くですね、その入っているわけですね。でこの2人のうちの1人は後に被爆死、本国に帰って被爆死しているというふうなことが、まあ、分かってきているわけですね。でおまけにこの作り方がスターリンの命令で囚人労働ですから、アメリカと違ってですね、いちいち労働契約結ばなくていいわけですね。どういうことになったかというと、1945年の末、原爆が作られた年の初め、原爆はアメリカは12万人でしたけれども、ソ連はもうこの時25万人をですね、原爆開発に投入していると。1950年には70万人以上が原爆開発に、秘密都市に、集中しているということでやってきて、でおまけに後に明らかになる何でしたっけ、有名な事故がありますけれどもですね、大きな事故があっても全部隠してるし、から廃棄物は全部湖に流していまだにこう流れる。だからチェルノブイの前からソ連の原爆っていうのはこういう形で使われていたということがあるわけです。で最後に、もうそろそろ時間ですので、それがじゃあ日本の、場合にはどうであったのかということで、ここに書いておきましょう。日本にも科学者 の9ページの最後ですね、戦争動員、政治協力があったが原爆開発は初歩的だった。でこれは竹谷光雄が戦後になって書いてる。俺たちは確かに原爆開発に携わったと。でおまけに俺は昔その昔共産主義運動をやったってんで、それをやってる最中に捕まったと。それで警察官に対してですね、いや俺のやってる仕事は日本が戦争で勝利するためにこんなに重要なんだって言ってですね、その治安維持法の、違反の取締役官に対して原子力を教えてやったっていうのをですね竹谷は書いてるんですよね。でそれはなぜならば、なんで竹谷そういうことで言う、我々が原子力研究しているのは、日本が原爆なんか作れないのは百も承知の上で、核物理学という学問を守るためだったと。で、親分であった西名先生もきっとそうであったろうというのがですね、まあ、今までの通説的な日本の科学者の話で、要するに日本の科学者は確かにある程度の理論はあったけれども、とってもそれをその実用化に、原爆に原爆に使われるようなことはできなかった。だからまあ許されたと、先般にも追及されなかったということになってるわけです。でところがこれに疑問を差し挟むさまざまな資料が出てきてるというのが実は今の局面 で公式資料では西名義雄往復書簡集というのがですね、1940年から51年までというのが、実はこれ2007年、4、5年前に美鈴書房から出てるんですけど、これがですね、西名の手紙だけじゃなくって、アメリカ軍の当時の占領軍のですね、記録とかですね、あるいは西名が原爆開発のために全国の科学者に出した湯川秀樹議会の手紙とかですね、そういうものが全部入っててですね、これをまともに読むと、もう西名というのは一生懸命原爆作ろうとしてたということがよくわかるっていうものなんですね。でこの記録を実はアメリカ人ではジョン・ダワーという敗北を抱きしめてと読んで有名な彼はある程度アメリカ側の記録で読んでいたようで、昭和っていう去年おととしでしょうか、美鈴から出た本の中で2号計画と F 号計画という原爆開発についての本を書いています。でそれの中で言われてるんですけれどもですね、ドイツの科学者たちは先ほど言ったように、マンハッタン計画は最終的にはドイツは原爆は作らなかったと判断して、実際に原爆は日本に落としたわけですけれども、しかしドイツ人科学者たちはある程度のところまで研究してたわけですね。でその内容がどういうものであったのかということで、1945年に5月にドイツが敗北するとすぐに有名な科学者といいますか、原子力開発に携わった、ハイデルベルグ以下の科学者を全部イギリスに連れてかれまして、8ヶ月ほどでしょうか、イギリスで軟禁状態のもとでどこまで開発したかの供述を迫られます。これは記録がありますけれども、8月の6日のイギリスでの記録というのがありましてですね、一堂にですね、ドイツ人の科学者が集められてですね、そこで初めて広島で原爆が落ちたっていうのをですね、ラジオ放送が放送されるんです。でそうするとドイツ人の科学者たちは、ね、ああついにやられたかっていうのもいればですね、びっくりするのもいるとかありますね。それをですね、実はアメリカイギリスは何やってたかというとですね、なんていうんだ
本人たちから見えないところで、あのミラーみたいなのを使ってですね、一人一人の顔色を心理学者が一人に一人ついててですね、全部分析してるわけです。ハイゼンベルグはそれほど驚かなかった、ワイツゼッカーは泣き叫んだとうとうというふうにして、どのぐらい原爆開発にその彼らが関与していたのか、それによって戦争協力の程度が分かるというですね、そういうことをやってたわけですね。で、実はそれと同じことが日本でもやられたんじゃないかっていうのがジョン・ダワーの問題提起であって、日本でも1945年の10月から11月にかけて原子力関係の西野博士をはじめみんな、拘束されたが、しかし、開発の程度は軽度だということで釈放されたというふうにジョン・ダワーは書いてます。でところがこれで見るとですね、拘束されたっていう記録が、あのジョン・ダワーが使ったのと全く同じ資料がこれには入ってるんですけども、あって、でしかも11月に拘束が解かれたっていう、あの米軍の命令は入ってるんですね。でそれで推察しますと、どういうことになるかというと、どうもあの占領軍の中の日本の科学技術を担当した係官がですね、アメリカから本国からはこいつら捕まえろって来たんだけど、まあこいつら大したことねえやってるんでですね、まああの止めようかって、それでその間にサイクロトロンの廃棄がやられてて、それで西田は全国の科学者に連絡してですね、そのサイクロトロンの廃棄に抗議する声明をこのちょうどこの時期に作ったんですね。で11月にそれもストップで、まあ日本人は大したことなかったってことになるという経過なんです。でつまり本来ならば拘束されるべきところを拘束されないで許されたからには何かがあるんではないかというのは、実はこれはあの奈良女子大のですね、小路田さんというですね歴史学者の推定、この本を読んだの推定でありまして、でそれを含めて言いますと、ちょうど時間ですのであの最後にいたしますけれども、要するにですね、日本の原爆開発は今の科学技術研究費、家計費がの始まりと同じように、近衛内閣の時にですね、今日の科学研究の分配の様式、が作られたのの最初の大型プロジェクト予算でありまして、やはりあのアメリカやドイツに比べれば少ないんだけど、それでも戦時日本ではあの、まあ、やっぱあのものすごい予算が与えられる。だからあの当事者の回想を読むと、みんな自由に研究できたなってことを言ってですね、戦後の方が研究は不自由だったなんて書いてるんだけど、それはまさに軍隊軍部によって許された戦時協力の自由だったということにどうもなりそうですね。でその上で彼が釈放されたのはなぜかっていう問題で、まあこれはちょっとあの大きなところは紹介しますけど、10ページのところにあるんですけど、まず一つは、例えば湯川秀樹博士は戦時中、じゃあその計画に加わってるんですけども、何を言っていたのかというと、1945年1月8日の朝日新聞、これあの10ページのところに写真入れておきました。これはですね、あの朝日新聞が1945年もう負け戦になりそうだってことがほぼ明らかになった時に、科学者新春の夢っていうんで、まあ要するに科学者の初夢っていうやつを、ね、出してですねでまあその、無線装置の話とか地震の話もありますけれども、真ん中に湯川博士の夢、ワシントンを吹っ飛ばす洞窟から謎の放射線を発揮してですね、核ワシントンまで飛ばすっていうふうなことを言ってるわけですね。ただこれね、あの難しいのはね、朝日新聞に出た科学者の新春の夢なんですね。湯川秀樹って署名がないわけです。湯川博士の夢だと、湯川博士ならこういう夢を見るだろうって朝日の記者が書いたかもしれない、インタビューぐらいはしてるかもしれない、ひょっとしたらちゃんと目を通してるかもしれない。だからなかなかこの追及するところが難しいんですけど、少なくともでもこういう夢を朝日新聞が掲載するような状態に日本の科学者はちゃんとですね組み込まれていたということは明らかに、なるわけですね。あと科学雑誌の問題等々がありますけれども、省略して最後に、これが実は戦後の核科学研究および戦後の日本の科学技術体制全体に及んだんではないかというので、12ページのところの一番上の合衆国による日本科学者の利用という、1946年3月、これあの資料そのものは48年のものなんですけど、46年から始まっていた日本の社会科学をどうするかについてのアメリカ側占領軍の決定をあの紹介してしまいいたします。
我々は1946年3月のワシントンからの要請に応えて合衆国による日本科学者の利用の可能性について調べたと。日本は理論科学には優れた指導者を持っているが実験科学は大したことないと。西名や菊池、あれは大阪大学ですか、を除く、といった 2,3 の例外を除けばむしろ弱い。しかし理論科学者たちは理論原子核物理学の分野で際立った寄与をしていた。オッペンハイマー博士のような最良の助言者によれば核理論の発展において彼らは合衆国とほとんど肩を並べている。実験物理学は役に立たないし技術も大したことないけど理論物理学だけは日本はですね、役に立ちそうです。でどうすればいいか。日本の科学者を合衆国に行くとする場合学者として安全に責任を持つ民間の機関をスポンサーとして連れてくるべきだ。ドイツの場合には亡命科学者をもの全部アメリカに取り入れるんだってアメリカの学会でですねやっぱジョブマーケットをユダヤ人亡命科学者によって随分取られちゃったわけですね。で日本人の場合は注意深くちゃんと何かのフルブライトとかですね何かを通して日本に呼び寄せるべきと。合衆国に行くべき最初の科学者は京都帝国大学の湯川である。彼は中間子理論の発案者でありオッペンハイマーによって世界の最も優れた理論科物理学者10人の中に数えられている。湯川博士はプリンストンに9月2日に立った。これは京都、計画で、その我々の計画がすでに実現に移されていると。であなたの承認があれば同じ路線が将来も取られるであろう。傑出した日本の科学者は非友好的な国々、具体的にはソ連とかですね、そういうところに行っちゃ困ると、何よりもアメリカに向かうようあらゆる手段で奨励されるであろうということで、実際に占領期完全に閉ざされてきた国から科学者、初めは自然科学者、52年のサンフランシスコ講和以降は社会科学者を含めて海外に出ることができるようになり、その海外はほとんどがアメリカと。でその人たちが日本に帰ってきて、日本の新しい大学の科学技術体制を作ると。でそのアメリカで学んだ科学技術体制はさっきちらっと言いました戦時中の OSS R&A のやり方、レフェリー制プロジェクト、協会、学際研究等々というやつで基礎科学研究とか、歴史学とか哲学とか宗教学なんていうのはアメリカならちゃんと使ってくれるんですけれど、日本ではですねなかなか予算が回ってこないという時代になったということになるじゃないか。でこれが、今日の広島が昼から福島へというですね悲劇を招いた、唯一の要因ではもちろんないんですけど、相当普遍的に言える要因の一つなんではないかというので、私はあの話をおしまいにしたいと思います。どうもありがとうございます。会場をしていただいて、引き続いてあのフロアと の, あの会話というかあの議論に移りたいと思いますので、もう特にあの司会なんかはやりませんから、あの、まあ、加藤さんの方があの慣れてると思いますので、あの少しなんか問題を提起していただければ。多分同じ時代に、私はあの社会科学の法学部の方でしたけれども医学部にいらっしゃったので、まああの60年代の末ぐらいのところは多分今日というか体験だと思いますけど、まあ、今日の話はとにかく福島とそれから日本の科学技術というところで、おそらく現在の日本の学術体制に対して相当島本さんもあの、実は相当思うところがあったんじゃないかと思います。このところもあるんですよ。加藤先生のお話はそのパワーポイントのお話より遅かったのかもしれないんですけれども、しかしものすごいスピードでたくさんのことが入っててですね、こなれておりませんが、とてもあのこれは新しい知識だなということをたくさん思いまして、あの特にソビエトのこれですね、これはおそらく非常に重要なあの今後あのこの歴史を考える上で力になると思いますね。つまりアメリカや西側諸国を中心に考えて多角開発、その中で の, あの例えば放射線の健康影響の問題もソビエトでやってれば敵がやってることに、まあ、最近の日本の世論もそうですがどんどん中国に似てきてですねあの日本があの中国風のこの、そういう社会雰囲気を体現していくということがあるわけです。
あの冷戦時代にはつまり西側諸国は東側の影響を実は非常に受けてたに違いないと、まあ、そういうことが一つありました。それからあの最後のそのこのアメリカの日本の科学者に対する抱き込みは、これはあの私はあの予防衛生研究所の成立のところ、に、つまり伝染病研究所を接収しようとして、あのその代わりに予防衛生研究所を作り、そこからあの広島長崎 の、 あの研究体制を作っていたという、あのそれに並行するような現象なので、面白く思いました。そしてあの竹谷氏がいかにその辺りに絡んでて、しかも彼は正直でいろんなこと平気で喋ってるね、その辺 の、 あのことが、先生あの加藤さんのお話でだいぶ見えてきて、あの面白く思いました。ただあの、まあ、今の日本の学術会議などを見ていると、あのその原子力推進体制のようなものに巻き込まれて、あの全くそこから抜け道が見えないように見える要素と、ある程度批判的にそれをあの相対化できる要素とあるようにもですね、その辺の歴史経過というのは、その今 の、 この初期のですね、戦争中から戦後にかけての時期の分析以後の時期というのがかなり重要になってくるんじゃないかなという印象です。で今あの島津さんがおっしゃった話との関係でいうと、まあ、あの49年ですか、日本学術会議の発足のところから始まりまして、で54年にあの中曽根のやつさんが出てきた時に、あの学術会議の方で随分反対意見が強かったんだけれども、まあ、予算がつくならいいかっていうんで、三原則を条件にして乗ってって、平和利用三原則ですね、それでそれがそのまま原子力基本法に入っていると。しかもそれがあのビキニの被爆と全く同じ時期だったんだけれども、実はビキニの被爆の問題と原子力開発の問題というのは、まあ、逆に流れというか別にされるというよりも、むしろですね、ビキニで被爆しただから平和利用へという方にですね、流れるという、まあ、あの夜の流れ、あの電池が電池だ、電池だ、やっぱり大きい、いや、あの声が大きく作ったいうふうになってきてますけれども、実は先ほどあの時間のあれで言いませんでした、これさっきのアメリカの日本の科学者傾向のところを言ってますね、あの、奈良時代の小路田さんたちのグループは、これは731部隊と同じだと、ね、つまり、日本のある程度 の、 あの役に立ちそうな、まああの原爆開発のデータ、人体、実験のデータ等々をアメリカは入手するために、それを持っている彼らを戦犯訴追しないで、むしろ利用するという策に出たんではないか、でその一つではないかというん で、 であのさっきあったんですけど、あとこの中に出てくる人かというのが、もう一つはですね、あの学術会議を作るという話の、その科学者組織の話が結構いっぱい出てきまして、でそれで追いかけていきますと、要するに西名義雄を、まあ、やっぱ大破りにして、加谷誠二、相模良一というかですね、あと、生物学かな、要するに英語のできる、ものすごく英語のできる3人の自然科学者を中心にして科学者会議を作って、西田は副会長だけども実質的な責任者になるという体制を初めのところから作るということです。ただし、あの学士院の代わりに作るのが学術会議ですから、まあまあ、やっぱ自然科学者だけってわけにいかないわけですね。でそれであの、まあ、アメリカにとってはある意味では不要な社会科学や人文科学まで入れて一部からなんとかっていうのを作って、まあ、やったら選挙制にしたらですね、意外や意外その民家系がガバッと入ってきて、しかも相模なんかはあの核物理学も坂田とかその竹谷は当選するんだけど、相模良一はあの落ちちゃうんですよね。自分が作った選挙制の学術会議の第1回の公選で人気がなくって落ちちゃうというふうなことがあって、彼はそれでアメリカに
利用するというふうなことがあって、でだから思う、あの設計はアメリカ的になされたけれども、それを具体的になった連中は全然アメリカも、それからおそらくは西野たちも想定したようには動かなかった。でそれがまあやっぱ伝統的なドイツ的学問であり、大学の自治であり、学問の自由という原理で、もう一つもつまり非軍事化だけではなくて民主化も担いましたので、それで憲法というのがあると、だから平和的な研究以外はしないんだっていうのがですね、ずっとその後も一応その何ですか、建前の世界では使われると。でただし実質的にな学問の、まあ、いわばアメリカ化っていうのはここで計画されたようなことが50年ぐらい経ってるでしょうか。学者で言えば教授が講座を2つぐらいか、なんていうんですか、得たあたりのところで現在進められているその、なんかやたら競争権利が激しいですね、グローバル化に即した大学というものになっているんじゃないかというのが、まあ、私なんかの把握です。だから科学者のなんていうんですかね、政治責任は問えないかもしれない、でもなんか倫理的責任とでも言いますかね、戦時中の日本の科学者、これは自然科学者はもちろんだけれども、おそらく社会科学の領域、政治学とか経済学なんかでもある。で私はこれとの関係では平野義太郎っていうんですよ、戦前の講座派の人物と、それから、有沢博美っていうですね、労働派の方の、まあの学者と、これはあの相当詳しく調べてる。実は有沢博美っていうのが戦後の日本の科学技術政策、特に原子力政策の最高責任者でありまして、原子力委員会に最初5人、正力松太郎委員長以下、藤岡芳雄、湯川秀樹、これが自然科学ですね、それに、有沢博美が社会党推薦で入るんですけれども、この有沢さんが原子力委員長代理に65年ぐらいなのかな、これは原子力委員会委員長っていうのは、あの委員長は科学技術庁長官ですから、科学技術庁の長官を補佐する役割を有沢博美が担って、で石炭から石油への転換をやっただけじゃなくて、石油から原子力へという転換を進めるという典型になりました。でその後しかも原子力産業会議っていう原子力村の中枢があるんですけれども、有沢は原子力委員を16年やった後、原子力産業会議の会長を亡くなる1989年まで、つまりチェルノブイリの後まで、続けるというふうなことに、まあ、ある意味戦前日本のマルクス主義をですね原子力開発を担ったというふうなところがありまして、またそれを支えるような学術体制というのが学術会議等々であったんじゃないかというのが、まあ私の認識で、それらが全体がある意味では乗せられてた面と、しかし完全な意味でアメリカは化されていなかったという面だから、抵抗力にも時にはなるし、しかし例えば産学共同反対なんていうのは60年代はね全部強かったけど、今はむしろ産学共同やらないと、予算が出てこないというふうになっちゃったという感じです。まあ、ある程度、まあ、その311以後でもですね、例えば国会事故調は黒川清先生が、黒川先生はその前に日本学術会議の会長をやっておられましたので、はい、学術会議の中にいて、そういう原発村、いわゆる御用学者中心の、科学の動きに対して、異を唱える人たちはいるわけですね。それから吉川先生も学術東大総長をやって学術会会長をやられましたが、彼は今相当その科学者の中枢的な位置にいるけれども、放射線に関する科学者の態度に対して少なくともある程度批判的なことを言っています。ですから学術会議はいろんな可能性を持っていて、しかしあまりその強く批判的に出れば、これはまた政府から学術会議を潰した方がいいという考えもあるわけで、その政府とその学問の自由、政府の統制にある程度は従いながらですね、まあ、私から見ると
どうしたらそこまでいい子になれるんだろうという感じがしますけれども、あの理系のトップの方たちはですね、まあそれなりの苦渋もあるんだろうな。そしてあの私が3.11号にあの大変まずい役割を果たしたと思うのは金沢一郎会長ですが、医学系 の, あの中に、そういうあの放射線村あるいは原発村みたいなものにあの取り込まれる要素が非常にあったんですね。そして先ほど申しましたように、福島県県民健康管理調査っていうのはあの医学倫理的に見てあのとてもあの妥当では思えないんだけど、それに対してあの声を上げられない。でこういうのはあのそういう今解明されたような初期の先生の解明にあったような初期 の, あのこととはちょっとだいぶ切れてますよね。でそのまたあの80年代の、まあ一応そういう米韓サッチャー時代以来 の, あの、まあ、新しいタイプ の, その産官学共同的な体制、まあ、そういうことからも簡単には説明できないことがあるんですね。ですのであのだいぶこの科学と社会の関係についての歴史の分析というのはあのやることがたくさんあるなという気がします。例えばあの、ビキニ事件の時にはあの少なくとも放射の調査ですね、これはもうかなり宮田康夫さんの、ね、宮田康夫さんの本見ても要するにあの被害潜在的な被害者側に立つという、まあ、それはあの国民的な世論もありですね、あの世界的なあの核実験反対運動もあり、そういう可能性を持ってましたね。でいつ頃からその生物学やあの放射能の健康影響問題の専門家たちがあの応用学的な方向へ向かってたかということはまだまだ研究しなきゃならないという気がします。と思いますね。あの特に医学の場合にはあの731部隊の関係ということで、実はあの石部隊 の, あの関係というのが、単に石井四郎個人ないしは京都大学医学部だけじゃなくて、実は医学界全体に相当あの軍への協力というのがですね進んでいたこともあって、最近は実は CIA の関係で日本の医学界を調べた資料が出てきています。それを見ると全部でその、日本人を三十数人、それこそあの小玉義夫とかですね、岸信介とかですね、怪しいやつを挙げてるんですけど、その中に3人も医学者が入っているんですね。福地なんかだったかな、石井四郎のおかんですね。それからその人たちを、我々素人がウィキペディアなんかで調べると、なんか なんとかなんとか奨学金とかですね、なんとかなんとか賞っていうのを戦後になってやっぱり入れている、あの世に受けている有名な医学者であり、かつ社会貢献もしている、あの例の、緑十字があの、薬害にその結びついたのと同じようなどうも流れっていうのはですね、相当深く特に、細胞研究とか解剖学とかですね、血液学ですか、とか特定の分野にやっぱり多いみたいですけれども、あるんではないかという疑いは相当あるんですけど、実はこれはもう我々社会科学者でとても知らなきれない世界で、それぞれの分野であのまあ、やっぱそれぞれの領域の科学史ないしは技術史社会との関係というのをですね、やっぱりあの調べ直してみる、今回の福島さんそういう意味でのいい契機になっているんじゃないかという感じになっています。そのあの日本の原子力委員会とかもあのアメリカの原子力委員会の体制をあの移してきたわけですし、向こうはもっと軍事的な秩序ですね。したがってアメリカではその軍事的な科学研究の体制とそのアメリカが抱えるところ の, その自由な科学研究とのですね、アメリカの中であるんですね、緊張関係が。でそれについてあのどういう議論がなされ、あるいはどういう研究があるのかというようなことは全く私にわからないんですが、あのその辺も実はもっと知りたいなという気がしますね。コーカスコンサーンズサイエンティストでしたか、なんかあの原発なんかに対しても批判的なアメリカの科学の在り方全体に批判的なあの科学者たちのグループっていうのがありまして、原子力資料調査室かなんかはあの連携持ってるみたいで大きなホームページがありまして、そこにあの福島問題なんかでも随分いろんなあの英語ですけれども論文がもう
乗り乗っていますし、これと放射の被曝という例えば許容量なんていうのが、ね、あるのかどうかというふうな問題を含めてもう出始めていますから、ただしアメリカでは一貫してそういうのがですね、実は少数意見として扱われていて、国際政策なんかに乗ってくるということはないということですね。ですので、フランスからもですね、福島のことを調べている人文社会系の学者がいまして、彼らはやっぱり非常にこう地位が危うい、つまりいつまでその研究を続けられるかどうか危ない立場でやってるようですね。こういうですから、やっぱりそういう英米普通 の、 核支配体制、国際秩序の支配体制の中で世界的な学問の自由 の、 統制があり、それを日本はコピーしながら 軍事的な統制とは違う形でやろうとしているので、ボロが出てきていると。それからソ連の場合は体制が変わったので、それが見えなくなったと、まあ、そういうことなので、これからどこまで英米仏のそういう体制が続くかどうかありませんけれども、だんだん見えてくる、そういうことの解明を国際的にしていくというふうな、そんな、まあ、ようやく日本でも原子力村といえばすぐにみんなある程度の答えをイメージできる、実は国際世界原子力村みたいなのがありまして、で一方でその、国際原子力機関みたいなですね、国際機関もその中に完全に組み込まれている形になってて、まあ、確かに日本の原子力村に比べればいいこと言ったりするから我々意見したりすることできるんだけど、しかしそれはもう歴史的に言えば非常に大きな世界的なその核を維持する体制の中にあるんだっていうふうなことだろうと思うんですね。で、ちょうど島田さんだからぜひ一つお聞きしたいと思ってたことがありましてね、アメリカ側の文書で調べてきて1945年から50年ぐらいまでなんですけど、核ヒステリーって言葉が出てきましてね、で要するにね、核開発に反対するものはヒステリーだっていう心理学的なレッテルが貼られてるんです。具体的にはですね、広島長崎の原爆の直後にそれは神の摂理に反するってことを言った宗教者とかですね、それから一部の科学者とか、それから例のジョン・ハーシ広島を書いた、ジャーナリストとかですね、こういうのがリーダースダイジェストの1946年の8月でしたかな、アトミックヒステリアっていうですね、論文が出ましてね、これは要するにアメリカで最近ヒステリーが生まれてると、それは戦争が終わったからもう原爆はいらないなんて言ってる連中だと、でその代表としてっていうのがそういう連中が名指しで批判する、それからアメリカ政府の扱いがそういうのはヒステリーのごく一部の周辺的な人たちが言ってる意見だから原爆反対とか、核は危険だとかっていう、そういうのは考えなくていいよと、で衛星ソ連と戦うためにはそんなこと言ってたらすぐに後ろからやっぱ刺されちゃうよっていう議論が、ね、出てくるんですよ。でそれが50年代に日本で原子力開発が始まって激にで 原発運動が始まると、アメリカ側の問題でですね、日本がちょうど広島の後のヒステリーと同じように日本人が全体としてヒステリーになってる、でこのヒステリーを治癒するためには一方で、まあ原水爆禁止、原水爆反対っていうのが反米にならないようにする、そのためには後ろで操ってるのはソ連だってことですね。もう一方で、いや原子力は平和にも役に立つぞということをですね宣伝する、これがその原子力活動で、それを非常にうまくやってるのが中曽根康弘と勝利しますだろうなと、こういう話が出てくるんですよ。ですからその核ヒステリーっていうのがもともとですね、アメリカ側が日本人の核に対する意識をアメリカでの広島に対する反発をし、まあ、やっぱ抑え込むために作ったものをこう使ってたわけです。でところが60年代になりますとこれがアレルギーっていうのになってます。あれヒステリーとアレルギーってだいぶ違いますよねでどういうふうになるかというと、これアレルギーっていうのは実はニュクリアアレジーっていうのはですね、英語ではもともとない和製英語で、朝日新聞ワシントン支局が作り出した言葉でありまして、原子力潜水艦の日本入港、佐世保入港に対して日本人が
アレルギーを起こしているっていう記事を朝日新聞のワシントンにいた松山幸男特派員が日本に送ってくるんですよ。 でもその頃のアメリカの記事の中には全然アレルギーっていうのは相変わらずヒステリーなんです、アメリカ側が言ってるのは。でそのところが日本ではそれをアレルギーというふうに受け止めました。で佐藤首相がね、国会で日本人の核アレルギーを何とかしないといけない時期に来ていますという話を始められるんですね。でそれに対して当時の社会党の江田書記長がですね、いや我々をアレルギーだというのは佐藤首相は間違いです、私たちは核兵器に対してはアレルギーはありますけれども平和利用原子力発電に対しては全然アレルギーはありませんっていう答え方を作って、ヒステリー論争からアレルギー論争に、そこでこう転換しちゃうわけですよ。でところがあまりそのつまりヒステリーというね心理学的な判断とアレルギーという心理学的判断とは、アレルギーというのはまあいわば免疫が、うまくできてなくてその過剰反応しちゃうという形ですよね。だからそこでどうも要するに、ヒステリーなら一時的に感情的に反発しているという話なんですけれども、どうも日本人の核意識は何とかしなくちゃいけないというふうに、まあ、佐藤が考えたのと、後にその和製英語はアメリカの新聞にも出るようになっていって、70年代以降日本人はアレルギーだっていうのがある。でそれを日本人の方は喜んで受け止めてね、唯一の被爆国でございます、私たちはアレルギーでございますって言って、まあ、いわば原水爆には反対してるわけだけど、原発の方はいやアレルギーありませんってんで受け取ってきたというね、非常に功利主義的ないわば対応があった。でそうするとそういうヒステリーとかアレルギーとかっていういわば心理学的用語みたいなものが政治の場で使われる時には非常にある種のこのレトリックの中でですね大きな意味を持っちゃうんですけど、そういうことはその心理学者とか宗教学者の人たちというのは何か問題にすることあるんでしょうか。これは大変重要な問題だと思いますね。私もずっとこの間放射能と言われてですね、要するに過剰な反応をしている人間というふうに言われてまして、それは特定の人が言ってるというよりもですね、おそらくその問題に関心を持つ人で弁説が特に人たち、我々もある側でそうかもしれませんけど、そういう人たちが作っていくあれだと思いますね。その中にはかなりの専門家科学者が関わってる。一見とても科学的無責任に見えるですよ。つまり例えば福島の小西さんのお母さんたちはアレルギーでやってるんで、花粉症と同じようにですね、ある時期がすれば収まるとかっていう、こういう話に使われちゃうんですよね。まあ今の例ですとですが、まあこれは非常に微妙っていいますかね、そもそもそういう事実の把握、社会的事実の把握、まあ、それ社会構築主義みたいな考え方とも関わってきますけれども、相対的にしかできないと、事実そのものなんてことは明らかにできないという、そういうことを土台にして考えると非常に微妙な争いを続けざるを得ないんじゃないかと思いますね。ですから確かな事実を積み上げながら、そういうレッテル貼り、誤ったイデオロギー論みたいなものをですね、少しずつ取り崩していくということが今も必要だと思いますし、歴史の中でそういうことがどういうふうに起こってきたということを示していくことがですね、その今の問題の力になるんじゃないかと。島野さんので非常に私面白かったのは安全と安心っていう話で、つまり安全は客観的にある意味では語れる、まさに科学の確か安心っていうのは本当にもう人の心がどうであるかという話で、これこそ本当は我々社会科学とか人文科学がねやらなきゃいけないところなんだけれども、実はまさにその安全ではなくて安心のところで安全神話というのは作られてきたわけですよね。だからそれに、まあ、ていうんですかね、まあいわば抵抗できるような方法論といいますか論理っていうものをどうやって構築しているのかということが、なんかすごい大切だなということを学ばせていただきます。そうですね、リスクコミュニケーションというのも、
原発推進側は、自分たちに都合の良いように使ってきて、いやそれは本来のリスクコミュニケーションではないというふうに我々は批判するわけですけれども、なかなかそれがその例えばジャーナリズムがそのことを一般公衆に分かりやすいように説明できるかというと難しいところもありますよね。こういうのはやはり見える公共的な討議に乗せていくってことが必要なんだと思うんですね。当事者もよく見るかもですね。だからそれを受け入れないわけで、この辺は議論で崩していけるところなんじゃないかな。どうする？絶対からも。そうですね。ちょっとフロアの一般の質問というか、もう時間もあまりないんですが、何人かの方からの質問を受けたいと思いますので、どうぞ。マイク。すみません、田島と申します。お二人の先生ありがとうございました。多分僕も同年代だと思うんですけども、お二人は人文系だとおっしゃいますが、多分同学年で理科系の同級生もいっぱいいらっしゃると思うんですが、あの頃その社会運動をしてた連中も僕の友達にいますけども、今研究没頭してるやつ人に聞きましたけども、話はあまり噛み合わなかったんですが、どうも感じるところはですね、原発に反対するという気持ちはわかるけども、俺たちは科学の発展を守るんだと、原発反対運動に負けて科学がくじけちゃいけないという気持ちをですね、その学生時代最後の研究者は言ってるような気がしました。で、お二人のお話の中でちょっとリスクコミュニケーションという言葉が出ましたけども、一昨年の12月ですか、医学の歩みというところのリスクコミュニケーション特集というのがございまして、永谷さんが関東名を書いてお読みだったと思いますけども、要するに、科学者は原発や放射能の問題でいろいろ意見を持つのは自由だと、だけど国民の前で語るなと、学会で自由に語る分にはいいということがありまして、私はそれを読んだ時に、あ、これは学者さんというのは昔ですね、古代の時代にクレオパトラの周りにわっといたりですね、東大寺の周りに日本の僧侶がいっぱいいたりさ、その当時の学者をね今やってるんだなって、でこれは原子力だけ、原子力の世界の特殊性だなと思ったんです。だからもう一方感じますと、その原子力村でない学者さんたち、あるいは放射線村でない学者さんたちが、例えばツイッターなんかにですね、わっと登場してきて、理論物理の人とかですね、わっと登場してきて、若いお母さんが放射能心配だってわっとこうツイッターでわめくとですね、こうもうみんな寄ってたがってたしなめるわけです、そんなひどい言葉は言わないけどね。で、その中で島野さんなんかがもう放射能の一員にされちゃったんだと思うんですけども、そういう人たちはやっぱりね、科学の放射原子力や放射能に関してある利害関係を持つからそういうふうに動いたのかなと思いつつ、もう一方で、そういうことじゃなくて、科学の発展を挫折してはさせてはいけないということがそういう反応に表れてんじゃないか、あるいは職業的な、だからかなり後半の科学者がそういう姿勢を取ってんじゃないかというふうに思うんですが、ちょっとお二人のご意見をいただきたいと思います。これはとても面白い現象なんですね。で、解明しなくちゃいけないと思っておりますが、一つは彼らは最初はですね、放射能の健康影響についての専門家はそんなに要するに、普通の科学コミュニティで妥当とされているような手順を踏んで、通説っていうのを持ってるんだろうと、でそれが分かんないような反論や疑問っていうのは要するに科学的リテラシーが足りないせいだと、こういうふうに一度思って、しかし次第に時間が経つにつれて
まあ、小坂辞任とかですね、あの小玉さんの発言とかあって、しかも外国からいろんな情報が入ってくる、それであの揺らいできた人もいると思いますね。だけど最初に言ったあのその時の反応に、まあ、いわばこだわってるというか、まあ、それはあの人間性のなせる技かなっていう、まあ、そういうことが一つあると思います。それから人文系の学者と比べると、あの科学系の学者が そこに固執するというのは、やはりあのそういう批判が科学コミュニティ全体にあの影響を及ぼすということを恐れている、まあ田島さんおっしゃった通りですが、あのそういうことも関わっていると思います。でそれからあの、まあ、先ほど私はあの iPS 細胞と言いましたけれども、医学研究があの巨大な例えば製薬資本とかそういうところと結びついて行われていることですね、そういうことへ あの自覚もあるので、あのそういう自分たちの危うさに対してあのそれをちょっと、まあ、隠したいと言いますか、そういうふうな意識も働いているのかなと思ったりしております。実は私もあの自然科学の友人なんかに竹谷なんてそんなのやめろって言われながらですね、やってきてるんですけれども、で最初に言った問題はつまり神話じゃなくて SF にしたっていうのも実はその辺の問題と関係するんですけれども、あのつまり科学は学会であの真理をですね定めていくんだから、それの積み重ねで、積み重ねていくという社会科学の学会でもあるような論理が自然科学の方でもなされてるだろうから、それでいいじゃないかという話が、まあ、あの原理的には成り立つんですけれども、私はあの、まあ、多分20世紀を通じてというふうに言ってもいいと思いますけれども、どうもあの第二次世界大戦はもう科学技術というものがある種の組織システムとして成立して、その一環としてしか成立し、そのなんか科学の内在的な小宇宙みたいなものが、あるいは中立性なる形で言われているものが成り立たなくなった世界ではないだろうかというふうに考えています。例えば社会科学の世界でもですね、確かに政治学会もあるしなと、あのいろんな学会があるんですけどね、あのある時期から経済学っていうのは数量化が可能だから一番科学的だという話になりまして、政治学はそれに習うべきだというふうになったところから、丸山正雄みたいな科学の政治学はダメでですね、世論調査とか選挙の分析とかですね、この、選挙結果が予測できるような数量化予測が可能な実用的なもの、それが政治学だという方向に実際に今もうそういうふうに向かってるわけですね。でテレビに出てきてなんかこういろいろ言ってるような人たちっていうのがやってるのはそちらの方の学問というふうになりまして、そもそも政治とは何かとか権力とか何かなっていうのは、それはそのまあやっぱりイデオロギーないしは趣味の領域みたいな話になっちゃいまして、政治学じゃないと、あの科学ではないというふうにされちゃうと、だから哲学みたいなのが一番その外側になっちゃうと、はい、まあ、哲学の中でも功利主義がますますですね、それは数量化する方向へ向かってるんです。ああ、なるほど。日本 その広島 あの長崎の被爆体験っていうのは、これがこの権力の側に、あるいは御用達者の人たちは広島長崎 その被爆という経験を一つの権威として語って、そしてあの世界の被爆論を領導してるんじゃないかという、でその最たるものが1991年のあの重松調査団の団長報告で、病気と事故は関係ありませんということを明言したわけですね。でその明言の根拠は何かっていうのは、やっぱり広島長崎なんですね。広島長崎には100ミリシーベルト以下は もはやあの影響がない、で必要な研究あるいはまた必要なあの研究対象は100ミリシーベルト2キロ半径2キロ以内であるという設定をあらかじめして、で20ミリ30ミリっていうのはこれはもう全く放射能と関係ない、
ましてや残留放射能というようなものは全く関係ない、からましてや低線量被曝も全く関係ない。でしかも彼らが規定しているのは低線量というのは100ミリ以下ですよね。でゴフマンやなんかも、それから現在の ICRP やなんかでも、ICRP ですね、で1938年に結成された時の規制値は、その時はまだ規制値はなかったんですが、1955年ですか、初めて一般公衆が15ミリシーベルト、年間15ミリシーベルトでスタートしたんですよね。で現在は1ミリシーベルトで、1ミリシーベルトで1万人で被爆した場合には 0.5 ミリシーベルトというのが ICRP ですね。でだから100ミリと1ミリシーベルトというのはそれだけの大きな飛躍がある。で ICRP は途中から合格者になっていくわけですけど、現在はもう全く冴えてるわけだけど、そういった歴史を見てみても、中川さんの安尾さんのね、本の中に言ってらっしゃったけど、あの中にも書いてあるわけですけど、非常に優れた歴史ですよね。そういった歴史というのはもうまるっきりなかったからのごとく、100ミリシーベルトで安全ですよということが未だにある。ところがそれが見事に崩壊したのが、さっき言った1991年の団長報告ですよね、重松ので、重松はその時に、重松と長滝とそれから山下と3人組がもうこぞって、あれは数十億円と言われましたけど、正確には彼らが書いてる論文には26億円引っ下げていきました。でその26億円は全体の時の、あの時の調査団全体ので、IAEA の調査団として乗り込んだけれども、その全体の 90% だっていうことも彼らは自ら言ってましたね。でところがそういったことに対して、発表したことに対して現地の人たちが猛烈に反発をして、そしてその翌年にネイチャーに発表して急増していると、3年後から始まって4年後から急増しているということをネイチャーで発表したんで、それから論争が起きて、本格的な論争で3年後にやっと彼らは小児がんというのは発症していると、でこれは被爆と関係あるということを初めて歴史上ですね認めたわけですよね。でそれはなぜ認めたかというと、要素131は半減期が8日間だから、だから126分の1になるには56日間かかるんですが、56時間かかれば事故以後56時間かかれば126分の1になっちゃうから、でその約2ヶ月後に生まれた赤ん坊からはもう要素がないわけですから、被爆者が出ない、小児がんが発症しないということが分かったわけですよね。それを突きつけたわけですよね、現地の研究者たちが。そしてそれを突きつけられて初めて白旗を上げたんですよね。そこで初めて彼らは IAEA は小児がんも加えたで、しかもそれまでは白血病だとか、それから、乳がんも入ってたんですか、固形がんの中で乳がんがたった一つ入ってたのか知らないんだけど、それは広島長崎では少なくとも小児甲状腺がんは、10年や15年以後でなければ発症しない、で発症しないものがあるはずはないんだという、そういった開き直りまでしてるんですね。だからそういった広島長崎の権威を火山に来て、で世界のその何ていうか股にかけて上がっていったっていう、そういった経過を考えてみるならば、日本の果たした役割というのは、学者が果たした語学学者の役割というのは非常に大きいし、そして今それをそういったものを科学としてその被爆の実態をですね明らかにする、認めさせるっていうのは、やっぱり疫学的な方法しか今ないわけですよね。でそういったところに逃げていって、それを全部否定してるという、でそういったことであるから、結局まあ最近になって2000年になって初めてこの例えば堀島論文だとか、それから素晴らしい論文ですけど、それからヤブロフスキー の論文だとか、それからウクライナの政府 の報告だとかっていうのは2000年になって初めて実証的に出て、初めて事態が明らかになってきてる。でそういったことをさらに今福島が追体験しようとしてるという、でそういった意味で我々は福島の実態をですね本当に克明に調べて調査しないわけですから、
さっき言ったようにもうあのなんか人権委員会は批判してますよね。でそういったあの自己隠しを被爆隠しをやろうとしてる福島で、それに対して学者が全部福島に総動員してですね、実態調査をやって、で実際はこうだと、で10年後ではない、15年後じゃない、もう3年後から発症してるんだと、でもう4年後から多発してるんだと、こういった事実が あるんだというね、そういったことを我々自身がやっぱり発信していくっていう、これが学者のね、あるいは研究者の、あるいは我々自身の責任じゃないかという、僕は今痛感しているところです。まあ、それは私の非常に関心を持っているところで、県民健康管理調査は自己隠しと、被害隠しと呼ばれてもしょうがない、ようなやり方をやってきていると、にもかかわらず甲状腺がんは岡山大の津田先生が多発の可能性がまああると、なのでこの多発の可能性があるときにはすぐ応じるというのが現代の疫学の方法論であるということを主張されています。この津田先生がこう言ったのは、大学の医学者がこの問題で、しかもその疫学の権威で水俣病で疫学が誤って使われたということを本にされている方でもあります。 ですので大きな動きですね。そして日本医師会の総合研究機構が似たような意見をですね出し、5月9日に発表しました。で今後福島の県民健康管理調査は山下氏と、神谷氏は福島を去ったので、2人とも非常勤になったと、学長、非常勤副学長って何でしょう。そういう、まあ彼らは結局信頼されてないということを認めたと私は理解しています。で、そういうふうにじわじわと証拠が集まっておりまして、今後その甲状腺がんの他地域での最初の23年、2011年度分の調査で3万8000人で、3人プラス7人、10人か9人か8人かかります。そのぐらいのがんが出たということが今報告されているわけですが、次の発表ではもっと出てくるかもしれません。少なくとも地域差が出てくるでしょう。でそれについてどういう説明をするか、それは今までの説明を見ててもほとんど科学的に成り立たないんじゃないかと私には思えるわけですね。でそういうことを通じて少なくとも医学のその領域では変わる可能性がある。でこのその日本医師会のそういう研究が報告書が出たのはですね、地元の医師がやっぱりこれはおかしいと言ってきたんですね。双葉郡の医師会、伊坂明先生とか、いわきの福島県の医師会の会長ですね、その要するに現場の医師の方が住民の不安問題意識ですね、健康の問題について真剣に考えている。ところが研究をする人たちは研究論文を作ることばっかり考えているんですよね。でそのために大量のデータを集めるということをやっている。それはもう証拠がいっぱいありますね。ゲノム調査 のこれは取り下げたけども、それは2011年の5月ぐらいの段階で計画したんですから。だからそれはもう研究構造がさっきおっしゃったように、要するに大規模システムの利益維持に科学の全体が組み込まれていると。で私も医学関係の方に意見は賛成だと、しかし名前は出せないんだという方に何人もお会いしています。でもそれも少し崩れてきているという、そのぐらい医学界ってこういうとこなんだなと、まあ我々のところはですね、合理主義批判してもですね、まだ賛成者の方が多いんですけど、やっぱり自由学芸というのは成り立たないですから、さっきおっしゃったような世界システムの都合のいいような科学を作っていく動きに対して、やはり人間そのものが抵抗してしまうということも事実起こっているので、
の一つ一つのことで崩していく、そういう可能性あると思います。ドイツはそういうことをやってきたわけで、おそらくイタリアとかそういうところにもそういう可能性はあるわけでしょう。ですからむしろ今後のやり取りをですね、それからおっしゃったような調査をですね、この普通の大学のシステムを持ってない、お金を持ってない個々の研究者がやるっていうのもなかなか大変なんですね。ですからそれぞれで、関連分野ならできる、例えば動物の放射線影響を調べている人たちはもうすでに蝶々の遺伝子に影響が出ているというような研究を始めてますよね。これをしかし医学の領域ではなかなかできないですね。データをきちんと取るということを今してないですよね。その作業員のこともよく分かんないですよね。本当にこれはおかしなことで、線量なんて全くあれですよね、測ってないですよね。線量は測ってるけども、うん、線量計測する前に周りを受精してるとかですね非常におかしなことがたくさん言われているので現場に残されてるな、それはもう信頼されないっていう大変な犠牲を払ってるんですね。こんなことがいつまで続くんだろうかというふうに私は思ったりしています。近藤と言います。どうもありがとうございます。お二方に、お聞きしたいんですが、731部隊の話が出てきたと思うんですが、日本の医学界もですね、戦後731部隊みたいに、捕虜というか戦争犯罪人として捕まることを非常に、恐れて、それで自ら広島長崎の被爆者に、個別に調査をして、そして被爆手帳みたいなのを被爆調査みたいなのを作って、それを全部英訳してそして米軍に差し出して、そして戦争犯罪人ということから逃れようとしたと。でそれに当たったその、医学者の一人が確かね NHK スペシャルで、それを報告してるんですよ。動機としては、731部隊の例があるので自分たちも戦争犯罪に、問われると。でそれを逃れるために自ら進んで被爆者に個別調査して、そしてそのだからその状況ですね、被爆の状況やなんかを全部個別調査して、一人一人その手帳というかノートを作ってですね、それが何千冊か何万冊か知りませんけども、それを全部米軍に差し出したと。それでその差し出したノートがNHK かなんかの調査で発見されて、そしてその事実が明らかになった。つまり最初から日本の戦後の医学の出発は広島長崎の研究を米軍に売り渡すことによって発展したというか出発したというふうに思われるんですけども、そのあたりのことをなんか東大や京大のとにかくトップが言ったという話を聞いたので、広島長崎調査については8月 その広島のすぐ後のところは政府の命令で西名優勝以下物理学者たちがまず行って竹谷なんかもその結果を聞いて原発だと確認したっていうふうに言ってますし、だから8月の段階では日本人の科学者たちがまさに、広島長崎を含めて見てたはずなんです。ただ9月に米軍が戦力が入ってきますから、それ以降は基本的には米軍の命令に基づいて日本人科学者が大量動員されて、そのもちろん LCC に蓄積されるようなデータになっていくという私は理解なんですが、どうなんでしょう。私も勉強不足です。私の父がそこの9月の最初に広島に行っておりまして、そういうデータは2011年以後に出てきて、私の父が提出した報告書というのはアメリカに行ってるらしいんですが、広島大学の先生が編集した資料集が出ましてですね、そこに今度見ることができました。 ですから日本の科学者が協力して、先ほどのご質問とも関係するんですが、
予防衛生研究所を作り、そこにあの7センチ関係の科学者がかなりいて、その人たちがあの英検 ABCC の研究に協力したということは、笹本郁夫さんという人の、研究所に ある程度出ています。で、したがってそのまあアメリカはあの戦時中の日本の人体実験の成果を利用しようとし、日本の医学者はその人たちを守ろうとした、まあ、こういう事実はあの大体そうだろうというふうになってますね。でそれとですね、先ほど あの重松逸造のような段階まではあのそう簡単にはつながらないような気がするんですね。で、今あのつまりチェルノブイリの時にはあのそれこそ IAEA とかですね、世界の原発推進機構がソビエト政府の要請に沿って日本をかなり利用したという面もある。日本の 原爆被害を受けた日本の科学者があのソビエト政府に都合がいい、あるいは原発被害を小さく見る、調査結果に都合のいいデータを出すように仕組んだ。でそれ以後あの日本の政府は長崎大学をその放射線リスクの健康リスクの健康拠点に選んで、あの COE を10年にわたって提供して、佐々川光の後は長崎の姿で、従って長崎 あの良心的な平和的に貢献してくるはずの医学者が山下俊一氏を、まあ、いわば支持したりもしているというようなことが起こった。そういうことはあの世界が日本に手こ入れしてですね、あの原発推進のための医学というのを守ろうとしたというかね、そういうことがあると思います。それとその、まあ、あの例えばあの広島の原爆原意研でしょうかね、ああいうところの先生方、あるいは法医研にいた先生方もやはりあの被害の実態をやっぱ明らかにしなきゃならんというね、研究をやろうとしたと。それはしばしばあの抑えられたんだけど、この辺はあの NHK の番組でも時々あの紹介されてますし、これからまた資料 あの多分鎌田七尾さん先生という方がおられますけど、あの方は、その内部被曝の研究について、まあ、要するに放映権は内部被曝がなかったという前提でずっと研究してきたわけですけども、その前提では隠されてきたようなあのデータがやっぱあるということを比較的最近認めたりもしておられますね。ですのであの、まだまだ調べなきゃならないことがたくさんあるという、あのいつものことなんですが、あの話が過中になって大体時間にあの来るということで、あの5時ちょっと過ぎてしまいましたので、あのこの後まだあのお話ししたい方がいましたら、あのぜひ、懇親会に付き合っていただいて、どうも今日はありがとうございました。